10月14日月曜日マンデーバスターズ。はい、皆さんこんにちは。香港でございます。斉藤奈々子です。はい、奈々子ちゃんのインスタ見てあげてください。はい、ありがとうございます。ね、キラキラ、はい、キラもうちょっと紹介するまで喋らないでください。はい、そしてサッカージャーナリストの門田隆昌さんです。大谷打ち始めました。行きました。今日買ったんですね。勝ちましたよ。はい、深井財布今日高井先生です。おしゃべりだそう。今日は9対1度、はい、もう朝から私ラジオ出てるんだけど、ラジオそっちのけでそっち見てた。あ、もう毎週ですやん、もうね。すいません、お知らせしてください。本当に何か今ね、これあの五平さんやったっけ、サントリーで10月の27日、はい、ライブコンサートあるんで。そうなんです、うん、はい、これあれ選挙の日いちゃいますもん。それ10月27日のこの、会場18時半で開演が19時というやつで、はい、もろ投開票とぶち当たってるという、はい、これは石破首相を恨むよね、こんなことされたら。恨むっていうか、いや、まあどっちなんでしょうかね。でこれまあその日はどないなってるのかって、これ満席にしないといけませんね。石破、高橋早苗さん読んだら満席なの。確実になりますね。ね、お前ね、高橋さんね、言ってほしいよね。でみんなで選挙見たらいいんちゃいますのね。あ、これをこう演奏を聴きながら、そうそうそう、はい、そんな感じでございます。いや、よろしくお願いします。はい、それでは早速いきます。裏金議員非公開問題というところでございます。はい、産経新聞です。石破茂首相は9日派閥パーティー収入不記載事件に関係した12人を小選挙区で非公認とすることを決め、衆院解散に踏み切った。党への逆風が収まらない中、国民の理解を得るために厳しい対応を選択したとみられる。だが、旧安倍派を中心に反発の声は強まっており、選挙後の石破降ろしの火種を抱えたまま政治決戦に突入すると。これ石破降ろしっていうのはもう石破さんなんかあのやっぱり肌で感じてるんですかね。それはほら負けるっていうことがほぼ確実視されてきたので。でも勝てる、石破やったら勝てるからって言うて、ねえ、みんな入れたんと違うの。ねえ高井先生ね、はい、あのさ、もうほんまにチアガールの話途中で終わらしたからってそんなすんなもう完全にすねたん、はい、すねたん。これってほんまに、うん、あれちゃいますの、そのやっぱり石破さんやったら人気があるからっていうので俺ら、うん、誰が人気あんねんとか。それ違うって言い続けたんですよ、ね、それは保守現実派、あの国政選6連勝を成し遂げた保守現実派をあの呼び戻せるのは唯一高市早苗だからということで、選挙を勝つためにはって言い続けたんだけど、それに敵対した人たちがやっぱり私たちが言った通りひどい目に今あってるわけですでこれひどいのがあの裏金で言うてるじゃないですか。ああ、ひどい。あれ高市早苗さんはね、一回処分してんねんからもうそれはないと、うん、でこれ、次再発防止ってそっち側の路線で言ってたら、うん、こんなに非難合合経営が来ませんよ。来ませんよ、ね、高市先生。だってこれさ、はい、そもそも東京地検がやったんだよ、はい、東京地検がやってその辺に基づいてまあ、自民党で処分したんだけどその何をやってんだよ本当に。じゃあ、 あの党首討論の時ね、うん、裏金対あれっていうので俺もうほんまびっくりしたなとか思うので、そこと不記載の話だったらあれだよね。この不記載って話だったらほら、あの大石さんだって令和のあの人もそうだし、あれ1000万超えでしょ。そうそう、小泉ジュニアもそうだし、しかも会計責任者が自分ですよ。そうだよ、そうでしょ。あの人両方でもアウトです。だからあれなんかあれはさ、自分で見つけて自分で修正したからバカ、不記載一緒だよね。あれ何いや、それをね、なんであのほんまにメディアをね報じないじゃないですか。だからここが気持ち悪いわ。すっごい恣意的な報道をやるわけだけど、もともとあの裏金って言ってるけど、これは自分が集めたパーティー券をあの出しました、それは記載しなくていいからこれでって、それが戻ってきただけなんだけど、これは記載しなければいけなかったので批判浴びて当然なんだけど、考えてみたら自分が集めたものをこれをそのまま記載しなくていいって言われたからそうしただけだけど、それはまあ反省してほしいけど、それは大石さんの方が全然
罪は重いですよ。そうでしょ。それは何なんですか、あれ裏金ですよ、あれは。ま、全く。ね、あれが裏金でならなかったら何なんですか。そうでしょ。ほんで裏金とかそんな不記載とか言ったら、それやったら、あの昔の陸山会のね、うん、まあ20億でしょ。桁が違うじゃないですか、うん。そっち買いまくったんですからね。だからもう、やり方のその、あの悪質性が全く違いますよ。いや、それやのにほんまにメディアってね、うん、何を怖がってんのかなとか思うんですよ。いや、怖がってるんじゃなくて、その一定の勢力を勝たせたいという、あの黒い、どす黒い糸によって動いてるということが分かります、ね。気持ち悪いな、ほんまに。分かりました。門田さんの X です。はい。昨日の正義の味方でも正論爆発。イェイ。香港さんが自分とこの議員、裏金で処罰して自分は記載見捨て。岩屋さん、いや、この部分ちょっと、本人に言ってもらった方がいいんだけどな。岩屋さんも小泉さんも出てるし、選挙負けますぜと言えば、金子めぐみ氏も、細田さんは500万円ちょっとの不記載で非公認になり、1000万以上の人が公認になったりとか、納得いかないし、地元も怒ってると。いえいえ、それが石破さんです。道理も理屈もなく、後ろから打つ人、まさか知らなかったのですかということで書かせてもらっております。誰が知らんかったんだ。そんなの。ほんまにひどい話ですよ、これ。これめちゃくちゃだよ。このあの、ほんまに、わろてもだんが、あんなことよう、あの、言い合いすんな、野党の代表とね、うん、あの、石破さんね、野田さんと、うん、いや、これは、裏金隠し解散だとか言うて、うん、いや、あんたとかって安住さんやっててやんけ、うん、初期の頃。ほんで、不記載訂正したからって、それはええんかいと。うん、で、日本酒も配ったりもしとるしね。あら、公選法違反ですよ。ねえ。おそこを言ってくれなかったね。いや、今度言うかな。公選法違反ですよ、あれは。いや、そんなんもね。うん、ほんで、こっち側は、あの、不記載なんですよ。不記載なんです。って言うとって、うん、ほんで、私ら、あの事務的ミスで。で、言うたら、あの、旧安倍派の人は、こいつら裏金なんですって。何やねん、あのおっさん。もうめちゃくちゃでしょ。むちゃくちゃやで、あれ。しかし、それも、あの地上波のニュースそしてワイドショーとかに出てくる人はあの一般の人を、まあ、装ってこれ裏金議員は許せませんよなんとかでどうのこうのっていうのを次々と出すからみんなそうなんだって、うん、そうそうそう情弱の人が思い込んじゃうわけそうそ う, そう裏金の問題なんかあの大したことないって言ったら怒られるかも分からへんけども、うん、この選挙にそこかって、うん、完成度のね神谷さんも言うてるし、うん、そこじゃなくて、うん、あのもっと違うことを考え言わなあかんぞおっしゃる通りですほんまに腹の立つ思いません奈々子さん本当にしっちゃかめっちゃかでちゃんと筋を通してほしいですよね言うことに対してネバネバで喋りやがってねやれねばとかほんま高橋先生なんか言うたってくださいあれあの、ね、これいいよあのどうせ自民党が落ちるからってはいわかりましたはい高橋先生の記事がございますはい安倍憎し露呈した石破政権非公認は野党を利するだけ自公でも過半数割れする恐れ岸田前首相は再登板の野望をもとはい先生これね先生のが最近あのヤフーニュースによう出てますね、うん、これは過半数割れっていうの普通に思ったらあれでしょ過半数割れちゃう確率って5割ぐらい今あるんだけどそれ割れなくても過半数に近くなったら石破責任問題絶対に出るよね、はい、出た時に自民党の中で当選するっていうのは岸田さんと石破さんの方が当選する人がちょっと多いと思う、はい、これで高市さんに入れた人はちょっと少ないよねそうすると普通石破おろしが起こった時に両院議員総会をやるんだけどそうするとどっちが票が多いかっていうことになると岸田さんの方になっちゃうよねとそういうふうな読みなんだよねそうするとあの少数与党にはならなくても石破おろしをして岸田さんがもう一回やりたいために仕組んだのかななんて私なんか思っちゃったけどねこれはねでも岸田さんって、もっぺん帰りたいってやるハートは持ってるんですか？それはもうあのやりたくてしょうがなくてしょうがないでしょじゃあその時にあの絶対に高市に入れるなあ石破に入れろってね上川さんとかにもバッて言うて入れさせたっていうのは、うんうん、もう次俺やと思ってそう俺やって思いながらやってたんじゃないかなと私なんか意地悪いから思っちゃったんだよほんならこのあのほらあの幹事長いてますやん森山さんやったっけ、うんうん、この人とも
あの話ができてるんですか。そうそうそう。幹事長は幹事長は留任だよと。あのね、小野さんね、ええ、高市政権が出たら盤石政権になっちゃうから、はい、長期になっちゃうわけ、はい。それで少なくとも3年は OK なわけで、はい、それで、初の女性総理、そして岩盤保守層の保守現実さを引き戻すことにもなるから、元の安倍時代が戻っちゃうわけ。そうなると自分の出番はもうなくなるから、それだけは阻止したかったわけ。じゃあ、反主流から今主流になったじゃないですか。うんうんうん、また反主流になって、なったら困るから。だから、今まで反主流の人がおったから、これだけ文春法クラッと飲んちゃいますの。あの、好きだらけで。俺、絶対帰りたくないから、好きなことやったらこうと思って。もうあの、ほら、身体検査なんか、考えたこともないから、好き放題やってたんと違いますかね。そうでしょ、うん、ね、高橋先生、そうちゃいますの。ね、身体検査ができないのはね、すぐ分かったのはね、あの、これね、警察官僚がね、いないんだよ。はい、あのね、政務の秘書官が防衛省のやつなんだよね。はい、防衛省ね、それであとね、内官房副長官って言って、これはね、どちらかが警察なんだよ。うん、で、官房副長官の方は総務省。で、総務省と防衛省だとね、もう絶対に警察、両方ともあんまり協力しないんだよね。うん、だからこれはね、いないとダメなの、はっきり言うと。前の北村さんみたいな人なんだけどね。はい、これ本当に必要なんだよ。で、あれいなかった段階で、これは出るだろうなと思ってたんだけど、やっぱりで、もう文春も、あれだね、あと、なんだ、あの、新潮も、もう何を出すかって感じだね。まだまだありますからね。あるね。あるね。だってあれ前の、今出てるのはちょっと古いやつじゃない。ああいうのってね、古いのから出していくんだよ。それで最後は新しいのが出るんだよ。ああ。なるほど、ね。だって最初から新しいの出しちゃったら種切れになっちゃうから、最初から古いのから出して。古い在庫から出していくんだよ。あのどうですか週刊誌の。いや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 、いや、それは、裏が取れたやつから出していくのに決まってんだけど、それは置いといて、それで、内調のその国内二部が、昔はこうやってましたけど、国内二部ももう、その、独自の調査も、はっきり言って今持ってないし、過去のその記事とか、そういうのをチェックするぐらいしかなくなってきてるので、この、身体検査の度合いが、検査する度合いが落ちてるのも事実。でもね、内調はね、私が官邸にいた時もね、あんま信じなかった。私ね、あれね、第一安倍政権の時にね、高橋さんちょっと来てって内調の資料見せられたことあったんだけど、うんうん、見てすぐ、これ違いますよってすぐ言ったのあった、何個が。それで、ね、だからね、やっぱり警察官僚かなんかを呼んで、それとあとそこに強いね、政務秘書官かなんかを呼んで、そのなんか人的なやつでやってたな。大体はね、うん、だからこれ今石破内閣っていうのはビクビクしてるのか、それともまあ大丈夫や、こんなもん俺ら報道されへんって思ってるのか。平さんなんか全く報道されないじゃないですか。まあネットだけだよね。ねえ、うん、ねえ、ほんで説明もしないじゃないですか、うんうん、イケシャーシャーとね。石破の支える閣僚は全然問題化されませんね。え、はい、びっくりするなとか思って、うん、それファーウェイとの関係とかもぜひやってほしいんだけど、ええ、そのファーウェイ、要するに中国に手をつけるという勇気のあるそのマスコミがいないわけですよ。情けないですよ。もう、まあ、政治家が終わったっちゅうよりかもうマスコミが終わって、はい、だからあれなんでしょ、高市早苗さんがたら露呈してくるから、いやもういや俺らが情けないことがもう分かってしまうっていうのもあるから、うん、ずっと叩き続けるんでしょ、はい、叩き続けるというかね、それは中国にとってそれは最も困る相手が高市さんだから、それは自分たちも一生懸命叩くっていう、そういうまあ売国的行動ですよね、はい、すごいねというところでございますわ。はい、続きまして杉田水脈議員ら衆院選不出馬というところでございます。はい、産経新聞です。自民党の森山裕幹事長は11日次期衆院選の比例代表で単独立候補する可能性があった旧安倍派の杉田水脈、尾身朝子、上杉健太郎の前議員3氏が派閥パーティー収入不記載事件に関係したことを理由に立候補を辞退したと明らかにした。3氏は自民が11日に発表した比例代表の候補者名簿から外れた。はい、これね、杉田さんとかバーって言われてますが、先ほど名前出た令和の大石さんなんか杉田さんに対してね、ほんまに裏金議員とか言うてて、いやいやいや、どうちゃうんですかこれ。 もう一回説明し、杉田さんと大石さんってどう違うんですか。いや、悪質性では
それは大石さんの方ですね。会計責任、会計責任者が自分なんですよ。はい、それでこの1000万以上のそのものをこれ不記載にしてるということは責任が二重にあるわけですか。自分、要するに政治活動をやってる自分と会計責任者である自分と両方の責任、これがありますので、これは裏金議員と呼びますよ。ねえ、もう裏金にしてるわけだ、完璧にあれ確信してやってるでしょ。はい、はい、それで問題はそのあれの中で何万何万って出てきたその手数料かなんか知らないけど あったじゃないですか、はい、あれなんかはちゃんとこれ何のために使われましたか、詳細は何ですかっていうのはこれは明らかにしてもらわないといけませんね。ほんで言い訳がなんか載ってたんが、うん、わざとじゃないって私はわざとじゃない、え、杉田さんとかはわざとやったんだ。いや、わざとであろうがなかろうがあんた会計責任者やねんから、うん、いや間違ったで済みますのこれ。いや、人のことを少なくとも裏金議員などと言ってはいけませんね。人としてそういうことは許されません、ね、私も裏金議員ですので、あなたも裏金議員として対処してくださいって言うなら分かりますよ。私は違います。私の方が金額が多い裏金議員ですけどもって言わなあかんよね、うん、うん。それを言わずに私は違うって言うから、もう日本中の笑い者になっちゃうわけ。ほんで俺ひどいなと思った、ね、なんか紙出したんがね、うん、もうほとんど黒塗りやってね、うん、で突っ込まれてましたよ X で、うんうん、お黒塗りあかんって言うてたんちゃうんかい。いや、その普通の議員が黒塗りするなら分かりますよ、はい、この人は黒塗りとかを批判してた人ですから。そう自分の番になったらしっかり黒塗りしてますから。できたら白塗りかをね、あれでやった方が良かったと思うんだけどね、うん、オレンジとかね何色問題、はい、はい、続きましては TBS からの記事です。はい、15日に公示が迫った衆議院選挙で、いわゆる裏金問題で自民党の公認を得られず、福島3区に無所属で立候補を予定していた関係一郎氏が立候補を断念することを表明しました。はい、これね、これもそうやねんけども、あれ越智さんですかね、東京の方は、うん、もう元からもう今度は出馬せえへんって言うてんのに非公認っておかしいやん。出えへんって言うてんのになんで非公認やねん。すごいよね。すごいやん、思わへん、俺吉本のタレントちゃうのに、お前吉本のコンプライアンス聞けよって言われてるみたいなもんやねんで、おかしいやん、そんな。いや、もうその怨念の度合いがすごいよね、左派の人たちはね。ほんでこれ、自民の非公認6人追加っていうのは、うん、なんか選挙に勝てそうじゃない人を追加したんでしょそれ逆だよね、選挙で勝てないんだったらそれ非公認にしちゃダメだよね。だから出馬を断念してる人も非公認にするぐらいやから、もうむちゃくちゃやとにかく命を絶ちますという、とどめを刺しますっていうのがこの石破政権のやり方です。そう、生贄かなんかで、はい、ね、これ正義の味方で高橋先生ね、やってましたよね、6人プラス6人で、うん、6人の、まあ、党員資格停止の人はある程度しょうがないんだけどね、まあ、それ以外の人はね、これそれでこのなんだっけな、この福島3区の方さ、あれじゃない、岸田さんの選対でやってた人じゃない、はい、だからさ、なんかこういうのってさ、私その法律以前の話としてさ、ちょっと人間としてどうなのかなと思ったけどね。次言わせていただいてよろしゅうございますけど、まさにそこで、まあ、人間としてはね、もうちょい高橋先生がしゃべるから、はい、だっていや、これだってみんなそうなんだけどさ、石破さんってさ、昔は後ろから鉄砲打ったんだけど、今横から打つな、横の人打つな、とりあえず横座りやって座らせてバーンってやるなあれだから人間として本当にこういう人、これギリも兄ちゃんもないっていう、うん、いや、ね、だってさ、この人すごい一生懸命やってたよ、ちょっとはっきりかなり、これであとなんだっけな、上杉健太郎、上杉、あとほら平平坂さん、はい、あなたみんな一生懸命、平坂さんなんてさ、今回一生懸命もう完全に入閣適齢期を完全に過ぎてんだよ、もう一生懸命こうやってやってそしたらバスだもんな、そう、勝手さんでしょ、これで怒ったらあの人もう慣れないで終わりだな、はい、すごいな、こういうのって普通なんていうかな、
このいろいろと問題あるかもしれないけど、まあ、まず最低ラインって人としてっていうのがあるでしょ、はい、反してるよ。いやもうあの人もうほんまにだからあのえげつないことしてると思う。リーダーでもふさわしくないし、もうなんか、まあ、しかし平沢さんも安倍さんの家庭教師なわけだから、うん、あれ安倍さんの家庭教師って言い過ぎたんだよ。だからダメなんだよちょっと待って、事実は事実、あれ言っちゃいけないんだよ。ああいうあのね、ああいう守秘義務の、私はねああいうの言うの好きじゃないから、ね、うん、言わないよ。黙って。だから安倍さんがええ時は言うてもええけども、あ言うてええわと思ってんけど、安倍さんがおらんようになったら、ああ、あいつお前安倍ばっかり言うてやがってお前。あ、違う違う違う、あれ、あ安倍さんにいる時も安倍さんに了解求めて言わなきゃダメなんだよ。ああいう、だってあれ守秘義務みたいな話だよ、うん、でもあのそれをあの、まあ、気に入られようと思って言うてたと思うんですよ、ね、そしたら先に聞かなきゃ、はい、自業自得言ってよろしいですか。はい、どうぞ。はい、裏切りの石破茂が本領発揮の安倍派粛清選挙が近づく。旧安倍派でありながら石破氏に投票した関係一郎氏福島3区は立候補断念に追い込まれた。責任を持ったけじめをしなくてはならない。私は正直に入金してきたが、入金しない方が問われず、入金して収支報告してきた私が問われるのは、正直者がバカを見るような結果である意味では非常に残念と。いえ、あなたは安倍派でありながら、処分はすでに済んでいるとの高市氏に投票せず、2回とも石破氏に投票しました。これを世の中では自業自得と言いますと。裏切ったんですか、この人。うん、そうなんです。はい、これ自業自得です。はい、ほんで裏切って、だからあのあのその自分の味方を裏切るやつってこっちが来ても裏切って、これあのよゴッドファーザーでもありましたけどね。そうですね、隠居の世界でも、ね、クレメンザーのことですか、ね、はいはい、だからまあこの人がやられるのは自己自得かもしれないけど、私が石破さんの立場だったらよく来たなっていう形で逆にやらない。あ、やらないっていう人もおるけども、うん、あのそれをやるっていうのがやっぱり生き残りたいってね、こいつはあの自分の主人を裏切んねんから俺も絶対裏切るってね、はい、これは鉄則ですやんね。鉄則、まあ、でもさ、戦国の時もね、あってそういうの絶対やるやつとやんないやつがいるじゃない。言いますよ。だからさ、ここでいろいろと器とかそういうの私なんか出ると思うんだよね。要するにそういう敵があなったんだけど、よくこっち来た、それじゃあまあいいよ。あの高橋先生、器の話したらあの俺ら器ない人の話してるからはい、だからね、うん、あのほんまに憎かったんでしょうね、はい、俺もだからね、うん、もうでもだからこれはだからさ、もうあのあれになっちゃったわけよ。もう彼もそのちょっと大変な事態、思惑と違うから、けどそれあなた分かってなかったのっていうことが私たちの疑問なの。そうそう、こういう人がいるから高市さんが願いったやつがいるからダメで自己自得だと思うけどね、これ結局本当にさ追い込まれて出られなくなっちゃったんだよ、これでしょ今度、うん、旧安倍派の11人がこっち側、そのままこっち側だったら政権は高市だからこの人安泰だった、うん、大丈夫だったよ。じゃああれでしょ、うん、そのね、西軍と東軍でね、うん、関ヶ原の、はい、あの時に浮田ですか、ね、負けたんがね、三成が裏切られたんと一緒じゃないですか、うん、そうです、だからこんなもんですよ。ほんであのそれを受け入れるって家康やったらまだね、うん、分かるんですけど、これは疑われない、受け入れるよ、ね、家康じゃなくて信長やったと思いますいや信長以下だよ、もういいか、うん、だって、はい、天下取るような人じゃないよ、はい、これは言い過ぎですねはい、はい、分かりました。ブレまくる石破政権、はい、高橋さんの記事です。石破政権を苦しめる3つの BBS 発言がブレにブレ、自分へのブーメランに、かつて党内野党だった閣僚らにスキャンダルの懸念と、はい、BBS というのはブレてブーメランでスキャンダルってそれだけだから、はいはい、そういうことです大悟みたいなそうそうそう、うん、もういや日本語に BBS しただけですから、はいはい、けどこのスキャンダルのところはちゃんとあのスペリングで来てますから、はいはい、もうだからそれだけの話ではございまして、あのブレたの全部書いたんだけども、全部書いたの全部なっちゃったんだよ。ブレてないのが財務省に言われた話しか、ブレ財務省に言われた話はあの復興予算しないとか、そこはブレないんだよもうだからこいつ何なのかなと思ってさ、最悪なわけよ。あのね、ブレてね、一回反対行ったらいいけども、また戻ってブレ揺り戻しみたいなのあるじゃないですか。これね、マーケット的には本当に困る人、なんだか分かんないんだ。すごい、もともと軸がないから、あのどっちにでも行くわけ、その時の状況でそうなのねって言いそうですよどうですかそういう人が
すごいですね。タイプ。タイプ。年中来るから。いや、綺麗ですね、綺麗ですね。他にも綺麗です、綺麗ですね。そういう感じだよ。いやそれはそれでいい。いや急にそれで分逆ですよ、ね、だからっていうのはまずいけど、時々、うん、間違ってさ、あの逆のこと言うかもしれないよ。怖いですね。なんか何を信じていいのか分からなくなって。じゃあな、はい、わかりました。スキャンダル続出。はい、週刊文春の X です。村上誠一郎総務省支援社長の息子が告発、秘書給与を肩代わりしていました。あ、これちょっと昔の話だったんだ。そうそう、だから昔の話から出してるの、はい、あの在庫整理でね。それで次からだからこれまだまだこれかなって。まあとにかくここで止まるわけないんだよ。その要するにこの村上さんがちゃんとこの支援企業にもきちんとあのお礼と、そしてその後の付き合いもきちんとしてたらいいんだけど、あの秘書の給与を肩代わりしてもらって年間何百万と、それが3年間ですか、それあれしたら千何百万っていうものをお世話になったけど、それ以降この人が告発してやるっていうぐらい恨みを持たすようなことをしてるレベルの政治家だということですよ。なん大したことないと思いますか、この人ね、うん、ほんまに、ほんま、あのアベノミクス批判してて、今度国会でね、急に、でデフレデフレよとかなんか言って、それで俺が急にね、代表質問で答えることになったら急にこれアベノミクスは良かったっていうことでひっくり返しましたからね。全員ブレブレなんでしょ。ああ すごいですよ。ああ代表質問のある中でなかなかほんのこあの言ってたその発言を急にひっくり返すなんてできませんよ。普通恥ずかしくて。この人な何か やられたんですか。ん、なんか功績。いや、何何何昔だから行革大臣かなんかちょこっとやっただけで。でこれ愛媛で強いんでしょ。はい、選挙でまだ比例ちゃいます。比例四国でだから比例だからこれ汚いですよね、このやり方。だから四国の人もこれ比例だからこの党名書くとやばいなって思いながらやることになるから、わざわざやばいことをこの政権やりますからね。はい、だから10番 お願いします。はい、麻生太郎&高市早苗も反旗、嘘つき石破茂にうっせぇわ、各営二階を尊敬、業界団体から7500万円、裏金手渡しを語ったオフメモに対し出るわ。ああ、これどういうことですか。まあこれ石破さんの中の話なんだけどさ、まああの いろいろたくさんあの今後楽しみなのが出てるよ。文春から。文春から。だからこれ見るとね、ああこれからたくさん出るなって感じだって。各営さんと二階さんを尊敬っていうことは、うん、な石破さんがね、この人でお金に綺麗っていうイメージを出してたんちゃいます。うん、でも汚いから7500万円とかたくさん入ったんだよね。え、ほんでこの語ったオフメモっていうのはこれどっから誰が書いたんですか、これ。ん、裏金、裏金っていうか、そうここからな、金にあんまりもあのきちんとしてないっていう話が記事にずっと結構長い記事だからね、これからね多分たくさんいろいろとそこから出てくるだろうなと、うん、予告みたいな、うん、あの週刊予告、うん、記事だったね。これどういう表情なんでしょうね、これ。ほんまに何やろうな、なんか外遊してましたね。だからこの古文のために回るんじゃなくて誰も呼んでくれないから外遊してるってネットでは話題になってましたね。高市さんはほらもう殺到してるわけで、全部それを順番にやってた。あれ120人以上でしょ。うん、ね、うん、回れない。なんかあれなんだっけな、岩田明子100人って言ってたよ。そうそう、100人って、うん、だからよく知らないんじゃない岩田明子は。あの人ね、なんか知ってる人は120人っていうのは来てるんだよ、ね。120箇所とかね、うん、もうちょっともう1週間ぐらい前ですよ、それで出たんが、うんうんうん、あその元 NHK の人でしょ、岩田明子は100人って言ってたから、だからそれがもう無理じゃない、実際に120人ってのは無理だから、あのだん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 もう絞ってきてると思います、うん、でもあれ来たのは120人でしょ。あの高橋さんに入れへんかった人のとこと小泉さんとかもなんか応援頼んでるんですか、う
とにかく集客力がすごいから、この際もうバッチつけるためにはもういろいろ言ってられねえわってことで、それで高市さんにとにかくダメでもお願いしてみようか。でも面白いのは勝手ですよね、高市さんなったら自分らが困るからならせへんかって、うん、で自分らが、うん、通りたいから高市さん呼ぶ、それが自民党ですね。だから世耕さんも、うん、勝ったら、うん、もっぺん復帰すんのちゃいますの。それはもちろんそうでしょうね。ただ、最初の時はそれはダメだわね。だからこの選挙の結果どういう政変になるかっていうことが重要ですよね。これね、政変になんなくてもね、私の感覚だって郵政会社の時にね、もう絶対に苦闘させないって言ったの数回だ。ねえ、本来だったらそんなもんだよ。けど すぐつってもやっぱりタイムラグがあるからちょっとだよ、うん、でもかなり早かった、はっきり言うと、うん、でも高橋先生に言うてるように、うん、普通やったらね、うん、そんなんて、うん、まあ高橋さんを読んで反対の人に入れてんのに呼ぶ時点でもプライドもクソもないねんから、うん、自民党って、うん、で今度そういうのがあった時に何するかって言ったらやっぱりあれでしょ、みんな自分の席が欲しいからそういうふうにやっていくっていう方々ばっかりなんですよ、うん、これ、うん、また通ったらふんってやりますよ、ふんですよ、そういう人たちですから。俺だからみんなあれなんですか、そんな冷たいの、うん、だから左派の人たちはそういう人が多い。あ、ほんでそれで高市さんは行かれるんですか、応援演説は。一応できるならば行きたいんだけど、けど自分のそのこの人が落ちてもらっちゃ困るっていうところは優先していくわけだから、それはそれ近くだったらそのものすごく近くで、その体一つしかないわけだから、そういうので向こう側の方もやるつもりはしてるけど、問題はこれあまりに応援の要請が多いから実際こなせないじゃない。これ無理だな、1日3箇所だよな、うん、先生、うん、そうそう3箇所で10人時間だから40人ぐらいしか行けないよね。これそれ物理的に無理だよね。無理ですよ。だから例えば兵庫県でいっぱい出て、そしたらすぐ横に敵だった人たちがあれ通りすがってこれやるとか、そういうやつはいくらでもやると思いますよ。でも重点のやつは3箇所ぐらいしか行けないな、うんうんうん、ただこれ自民党で昔そんなんやったら落下さんってあったじゃないですか、うんうん、そのね自民党を辞めた人間がまた出てくるやつ、うん、そこに当てがうとかね、うん、そういうやり方をもうやらないんですか、これ自民党、うん、当てがう、そう対抗馬をその刺客でしょ、刺客ね、うん、やんない今回さすがにそれはできない。郵政の時ってやっぱり特別だったよね。要するに郵政選挙ってワンイシューでやったわけでしょ。それで小泉純一郎という特殊な性格の総理がいて、それでこれを劇場型選挙にするっていう意味でそれを戦略的にやったわけだけど、今回違うからこれはやれない。これさ、刺客にしたらさ、石破好きか嫌いかってそういう選択になっちゃうじゃん、うん、これ無理だよ。だって向こう少なくとも郵政の時には政策だからね、うん、でも今回は石破好きか高市好きかそういう話になっちゃうから、ね、いやそういうのが分かりやすい。そしたらこれ政権がもう終わっちゃうから、うん、これ与野党逆転になりますから、うん、終わってもええんちゃうかな、まあ、すごくね今ねこの際より良くするために一度やった方がいいぞってやつでね、うん、もっぺん気づくと、ね、ピンチになってるのはね、はい、実はね比例を見るとよく分かるの、はい、ね、要はね小選挙区だとね刺客ってんでやっぱり立てるか立てないかってなかなか立てるの難しいんで、普通選挙立たなきゃいけないでしょ。でもさ比例だったら誰でも立てるじゃない。だからさ比例の方はさもうむちゃくちゃにどうでもいい人立ててるよ。でも比例って政党名書くじゃないですか。そうだから、ね、演説しなくていいんだよ。だから政党名書くから今回ほんまに岩盤の保守の人は俺ほんま見切ると思うのよ。見切るね。それをねこの執行部とか幹部とかは分かってんのかね。いやこの番組をちょっとでも見てくれてたら、執行部の人が、まあ、見てなかったと思うけど、こんなことはしませんよ。これずっと私たちが言ってきた通りになってるじゃないですか。それは岩盤支持層が戻らないことをやったらこれは負けるんですから、惨敗するんですから、その通りになってるで、その受け皿っていうね政党もね5人になったら国政政党になるってね、うん、国民、うん、じゃあ日本保守党とか、うんうんうん、あと参政党とかもね、うん、あるじゃないですか。そこに、うん、分かれていくっていうね、うん、ところも考えてないんかなとか、うん、
そこまで考えが及ぶ複層的なことを考えられる人たちではありません。全部立憲にはいけへんでって、立憲とこっちが比べたらわしらの方がマシやから、うんうん、全部それの安心感はあるわけよ、ねうん、この人たちは2009年の民主党のようなものではないからって二言目には言いますから。そうは言っても時の民主党とは違うから、それは大丈夫っていうことを二言目には言いますよ、もうこの夏以降どのくらい聞いたかしら。いや保守の人はね、うん、立民にはいけへんと思うんですよ、うん、っていう考えないんかね。だからじゃあ、だから日本保守党とか、うんうん、賛成とかそういうね、うん、まあ維新にも行くかも分からへんけども、うん、そういう考えてないんですか、もう全く。まあ相手にしてないんだろうね、そういうあ小さな政党とか、まだ政治団体のこのあれとか眼中にないわけでしょ。それよりも目の前の憎い敵を消し去ることしかもう頭にないわけです。だからもうリベラルにしたいわけ、うん、リベラルはリベラルだから、そのリベラルのこの に満ちた政党にしたいわけ。へ、うん、怖いわ。怖いですよ、まあ、この番組を一つも見てなかったことはよくわかりましたよ。わかりました。石破さん原発と、はい、日本経済新聞です。石破茂首相は12日夜首相官邸で日本経済新聞の単独インタビューに答えた。2024年度中に改定するエネルギー基本計画について、再生可能エネルギーの活用で原子力発電の比率の低減があり得るとの認識を示した。原発比率に関して引き下げが自己目的ではないとも語った。はい、加藤さん、はい、電力需要が爆発的に増えていく日本だが、石破首相は改定が近づくエネルギー基本計画で再エネ活用による原子力発電の比率低減をあり得ると発言したと。首相は総裁選でも原発ゼロに向け最大限努力すると公言していたと。製造業の日本復帰はまた遠ざかる、自ら復活の芽を摘む日本、アホらしいって、はい、アホらしいですよ、アホらしい、はい、そして高橋先生、またブレッド、はい、4文字かい。ちょっと一回原発ゼロって言って、はい、途中で原発推進って言ったもん、うん、だからまたブレ、またブレ、またまたブレ。だから何これブレ、この人はどっちなのよ、はっきり言えば。要するに聞く人によっても違うんだから、この人で、その時に記者とかが、うん、あれ、うん、ブレてます、前ちゃうこと言うてましたよとか言わないですか。いや、まあ、記者もね結構ねこと言うのだからね。まあまあまあ、うん、もうつまらんやつばっかりやね。お前つまらんわ。俺石破さんってあんまり総理とか首相って言えへんねん。俺石破さんって呼んでまうわもう、うん、もう短いからと思う。これほんまに製造業とかね、俺これごっつい心配なんですよ、ほんま原発をね、動かせるもんやったら動かしたらええがな。俺も別に推進派じゃないねんけども、うん、やれよと、うん、次のエネルギー見つかるまでよとか、うん、適正にやればいいじゃない、ゼロじゃなくて、それぞれそれぞれをこの比率に基づいてやりゃいいのに、これだけをゼロにするとかもう何考えてるのって人です、ね、再エネ賦課金ね、あれ、うん、結構な値段取ってますよ。ものすごい値段ですよ、それ。ほんまに。はい、ねえ、釧路湿原とか中止かなんかなったんかな。あ、釧路湿原も、うん、すごいね、山椒魚がもうおらんようになってきてるって。もういなくなっちゃったの？ええ、もう絶滅危惧種が。嫌になるね。そうなんだよ。石破さんと令和。はい。はい、私ですね。どういうことだ？はい。石破茂氏が日頃から敬愛する伊勢崎健治東京外大名誉教授が令和新選組から出馬。沖縄や北海道は将来的に米軍基地はもちろん自衛隊基地もなくして非武装化すべきであると中露が泣いて喜ぶ主張をしてきた学者であると。思想信条に共鳴する石破氏の日米地位協定への主張など全て合点がいく。左翼政治家石破首相によって日本が破壊されることを 10.27 で国民は止められるのかということで書かせていただいたわけでございます。はい、高橋先生。ここよくこのルッキズムじゃないけどよくご覧になってください。はい。はい、ルッキズムって言うた時点であかんやない。あかんですか。はい、はい、高橋先生のポストです。はい、石破首相のプレーンだと言われた人が出ているな。ビッグリンコ、ビツクリンコ。
うん、で次のも出して、はい、次も次のがポイントだからね。そうですね。あの要するに令和 の, あの新選組 の,、うん、あの東京の候補者に乗ってっからあれ、うん、東京に出てるよ、はい、ちょっと見てみ、はい、どっか東京ブロックかなんかって、はい、あります、比例東京ブロックです。あ、はい、それこ私これ見てビックリンコなんで、あれ、いや最初言われたのはこの人石破さんが好きだっていうのは私知ってたの、はい、だからあの内閣参院ぐらいで官邸に入るのかなと思って、うん、そしたらあれ令和から出ちゃったじゃん、これもう無理じゃんと思って、だからこういう人が好きな、なもうなんか政策の中身以前としてびっくりっこでしょ、うん、あのほんまにこれ俺思うけど、その中路とかのこと考えてんのかなとか思いますけど、このこういう、いや考えてるからしてるわけでしょ、はい、泣いて喜ぶことをしてるわけ、うん、あちょっと前に戻っていい、はい、あのさっきブレっていうのをきちんと言わなかったんだけど、はい、ね、エネルギーのブレね、うん、エネルギーの所信表明、最初はあの、原発ゼロって言ってたのは総裁選の時言ってた、はい、そして所信表明ね、うん、あのそこだけ読むとね、エネルギー自給率を抜本的に高めるため、エネルギー自給率を抜本的に高めるためって言ったよ、はい、省エネよって言ってし、まあここはいいよ、はい、それで次に安全を大前とした原子力発電の利活用、はい、ん何が原子力発電の利活用、利活用、活用しまんの、利用活用じゃんか、ここで所信表明、所信表明とちゃうじゃんか、はい、なんだよこっちゃねん私こういうの見てちゃんと、ああブレ、あの最初原発するのがブレたなって、こっちのブレかのがいいんだよまだ、はい、利活用の方がもっと違ったんじゃん。ほんならそれで所信表明で言うてることをまた撤回してるってことでしょ。これ無理だよ。あのだから国会なんか開かなあかんのちゃいます。いやこれね、いくらね提言なんとかうんうんぬんと言ったってお前ここで言ってるんだろうって終わっちゃうよ。うん、だからこの人もうやんないよこのブレの人。軸がないから何度も言うようにどっちにでも行くの。これは怖いですよ。あの野球あのメジャー見てても審判がこのコース取る取らないをその同じ試合で取ったり取らなかったりしたら、うん、もうバッター困るわけよピッチャーもね、ピッチャーもキャッチャーも、ね、ピッチャーもバッターもキャッチャーも困るわけ、お客さんもね、お客さんも困るわけ、それをこれ日本の政策を決める人がやってるわけ。で、ちょうどその後もね、ちょっと読んだのは、あのね、普通とちょっと違う表現が入ってるんだよね。次にね、原子力発電の利活用の後ね、国内資源の探査と実用化と合わせ、ここはまず、まだいいよ。それでね、うん、我が国が高い潜在力を持つ地熱など再生可能エネルギーの最適なエネルギーミックスを実現し、これね、地熱を言ってるのはいいんだけどね、太陽光言ってねえじゃん。いいんだよ。こうやっていいふうにブレてるんだけど、その中また言うよこれ。ああやるって。だよ。おそらく。目がそう。こいつはね本当にね、こいつ私はこれはこれは結構いいね、あの官僚会見から。ブレ。いいブレ、うん。でもまた悪いブレも出てくるぞこれ。ああ。これは。あのね、その前に地熱あのね再エネやりたい人はね地熱よりかはね太陽光って書くんだよ。はい。あ、でもあれじゃないですの、そのブレる前に。いてはります、わかんない、もういないかもしれない、ああ、うん、でもあの再エネをやるっていうのがまた出てくる、どっかで言うと思うな、出てくる、総理が出てくるのちゃいますもん、あ次高市さんは出てこないよ、いやいや岸田さん、ああ岸田さん出てくるかもしれない、岸田さん、そうでしょ、いやあのでも岸田さんでもね、そこまでどこまで言うか分かんないな、だからこういうふうにさ、なんていうの、言ってることとなんか所信表明みたいなところで書けよってのまずな、僕は書いたらそれきりだよ、わかりましたすごいよね、はい、はい、次行きましょう、17番高橋さんの X、どうぞ。経済ブレーンはデフレは人口減少の M 氏とからしい、この M 氏の論は安倍さんが地上波で論破済み、これ M 氏って誰ですの、もたんて次行きましょう、香ばしい人たちってこういうの出てくるんだよ、香ばしい人たち、香ばしい人たちが出てきてさ、はい、これ石破さんが好きな本っていうのでね、あげてるのがこういう本なんだよ、はいはいはい、最初に斉藤公平の資本論、それで2番目にモタニの里山資本主義で、3番目が原ジョージの公益資本主義、この3つはちょっと読めないよ普通の左巻き
すぎた。高谷さんのやつがまだま、坂谷さんは結構普通の本、だから上から上から最上からひどい本が並んでるんだよ。でこれが石破さんの推薦図書だもんね。なぜこの人それがねええと思ってるんですか、これ石破さん。くるくるってやつなんだよ。言うたらあかんだよ。はい、ほんまに。いや左翼だということですよ。うん。くるくる。左翼いや言うたらあかん言うてんねん。いやより左翼の方がいいでしょ。うん、左翼だね。もうどっちもあかん。もうこれ、これこの私ね、この本で、ね、見ちゃった時にもう目がクラクラクラだよ。これあの、この里山資本主義ってもう里芋、里芋資本主義みたいに言われてる人は、とにかくわけわかんないんだよ。このモーターに行って人口減少するからデフレだって言い切ったんだよね。それで今デフレじゃなくなってんじゃない。うん。どこの人なんですか、あこれ。昔開発銀行にいたんだけどすぐスピンアウトして今日本総研っていうところにいる。この人安倍さんに論破されてるんですか。完璧に違うだろうと。だからあのやっぱりあれですね、賢いとか賢くないじゃなくてもう取り固まってるんでしょ石破さんも。そういうふうな、 そうそうそう。それでね、あの地方創生してる時にもう大谷を何回も何回も呼んでね、すごかったな。そう、もう簡単やと思うんだけどな、そんなもんほんまに。上からあそうやね、もう終わりましたね。続きましては日本の内なる敵、はい、これ運転免許やこれあかんで、これは問題ですよ。西田誠さんの X です、はい、外国の免許から日本免許への切り替えに多大な時間を要していることから、その改善を求めてきました。昨日警察庁から通達が発出され、日本語が十分に理解できない申請者に手早く対応するため、自動翻訳機や音声翻訳アプリの導入や手続きにかかる所要日数の公表など改善策が促されています。これが去年の9月の彼のそうですね、このポストなわけ、ええ、でこれであの中国人が今 どんどんそのホテルの住所で、あそれ私がそうそうそう、はい、あれですね、はいはい、なぜ日本で中国人は好き勝手放題できるのかと、急増する外国人の交通事故で犠牲になっていく日本人、運転試験場は夜中から中国人の行列で、交付された免許の住所は滞在中のホテルの住所でございます。こんなやり放題を阻止すべく高市政権ができるはずだったのに土壇場の逆転、自民党内左翼勢力のために日本は崩壊していくのかということで。いやこれほんまね、はい、メディア報じやなあかんで、これあれすっごい人で、俺これ多分この高橋さんのっていうね、うん、あの俺が送ったと思いますわ、カズさんに。また香港さんが、最近ね、あのもう怠慢で、ありがとう、あのリポストしといたよとか返事あれへんもん。もう情報あまりにも多すぎて、出すっていう、あのもう俺を言うあれがな、いやこれね、うん、ほんまね、あの今外国人の方の事故めちゃめちゃ多いじゃないですか。しかもあのあれひどかったね、あの100キロ逆走のやつで小学生の子供のいるさ、はい、うん、次はい、はい、次、まるで、まま、松丸さん、はい、どうぞ。松丸さんの X です、はい、第213回衆議院国土交通委員会で公明党の日下雅樹議員が外国人の日本の運転免許の切り替えが円滑に行えるよう求めている、やはりこの問題の元凶は公明党だったと。はい、高井先生です。こんなデータがあるのに公明党は何を考えているんだから。要するにこういう時にね、なんかね、なんか皆さんが一個一個の例でなんか言うから、私のところにね、データがねえだろって山ほど来るんだよ、だからね、私だからじゃあ出してやるわって言って、あの、一番上が訪問外国人、これはね大体ね国際免許の人、これだからただ来てるだけね、これで2番目が永住者の外国人、で一番下が日本人、これちゃんとさ、これ国交省の外郭団体にあるんだよデータが。だからこういうので、いやちゃんとデータはちゃんとあるぞと、私はだからなんか言ってて、みんな相対事故率ね、なんだっけな、簡単になんかね感情だけで言ってるって、そういうのがたくさん来るんだからね、ちょっとデータ示すって言うから、おいあるよって来て、それで私はこういうのを出してるわけ、相対事故率が 13.8%、 もうむちゃくちゃ高いで、日本人は 2.5%。 そうそう、だからでもね、俺ね、高橋先生、データもさることだからね、俺感情的にね、なんで腹立つかって言ったらね、あのね、あの標識読めないでしょ、読めないの、ね、そんなんね、アプリとかそんなんじゃなくて、あのちゃんと日本語も理解して、それやったら永
けども、ほんだちょっとしたことでトラブルになった時にね、日本語で、ほんだ相手と喋れんのかっていうことで、外国人が日本で、車運転するんやったら、やっぱりそれなりのハードル上げやなあかんって。こんな命を守るためのものですからね。そうでしょ。子供たちとか、うん、そして大人、この日本人の命を守らなければいけないという、これ政治の根本ですよ。それを無視してるのが公明創価学会。きついですね、うん、これ。公明党はあかんで、これ、うん。国民の生命、財産を守ってないやん。はい、その通りです、うん。なんで外国人に。で、これ外国人ってどこの外国人っていうのね、うんうん。なんか意図的にわかるじゃないですか。うん、ね。そんなんて。ほんで、この間も事故あったんは、うん、アルバイト、カートあるやん。ほら。うん、ゴーカートとかですか、あーちっちゃい、ゴーカートちっちゃいやつ、うんうん、あれで事故を起こした人がおって、うん、ほんならそれね、日本の会社の社長がなんか逮捕されたかなんかで無免許だった、ね、無免許やって、うん、であれは日本の会社の社長がいい、それも悪いけども、うん、アルバイトの子に、うん、国際免許を照らし合わせてちゃんとやらなあかんと、うん、いうようなこと言ってたんですけども、うん、それもおかしいじゃないですか、そんなひどいもんですね。ああこれこう一応国交省の団体だから、これでね、こ私これずっと見てんだけど、ね、最近発表しないんだよ。これでね、ちょっとずれてるって、ちょっと前のデータよりかかなり実は外国人は事故率が上がってる。だから国土交通省を公明党から引き剥がしたら、いろんなものが明らかになりますよと言われてる。なるほどね。私の直感ではね、うん、これ出しててね、中で言われた。で、途中、最近出なくなった。はい、ああ、そうなんですか。もうひどいね、この国。倍ぐらいになってるかもしれないよ。ほんま、ええ加減してもらわな困ります。こんなんを広めていきましょう。いよいよ明日告示ですね。はい、ね。で、27があるんですね。まあどないなるかっていうところでございますけど、今日は徹底してそういうお話をしましょうかと、世論調査門田さん、はい、共同通信の調査で石破内閣の支持率は 42.0%、 不支持率は 36.7%、 10月初めの調査、これ1日2日の調査なんですけど、そこが支持率 50.7% だったので、わずか10日で 8.7 ポイント下落でございます。私は仮に予算委員会を開いたら総選挙は消えますと言い続けたが、お分かりいただけただろうか、国会の論戦に耐えられるレベルにないだらし内閣が国民にもたらす悲劇と、はい、もうずっとそのいや予算委員会開いたら総選挙は消えますよと、はいはい、来年までずっと消えますよと言ってきたのが分かっていただけたと思います。予算委員開かなくてもこの下落です。はい、はい、これは、何が要因ですか。これはですね、だらし内閣だけじゃなくて、はいはい、もうこの石破さん本人がもうこっちにぶれあっちにぶれ、そして自分の軸のないのをそのまま出していって、そしてさらにその政敵をこの粛清していくという全体主義的なこの体質が国民の前に明らかになってきたからだと思います。ね、その喋りとかも他者じゃないなって思われたと思うんですよ。他者じゃないなって、うんうんうん、やっぱりその国民民主の玉木さんとかがガーッと攻めた時に、うんうん、どういう反応で返すのかっていうだって、うん、やっぱり玉木さんの方が筋通ってるじゃないですか、うん、ね、うん、言うても、うん、ほんで他の人らが言うてもいつもやったら俺そうじゃないなとか思うんだけども、石破さん対石破さんやったらみんな正しいこと言うてるように聞こえるんですよ、ね、あれ不思議なことにね。あれ何なんですか、なんで野党の方が不思議に聞こえてしまうと。そう、この香港さんですらそう思ってもうこの余計腹立つわけですか。余計腹立つし、うん、何なんですかあの人、自民党の中でね正しいこと言うてくれてるわとかね、騙されてた人いっぱいいてるじゃないですか、うんうん、ほんまに、うんうん、石破さんは正しい、ね、自民党の中での野党みたいな感じでね、うんうん、党内野党みたいな野党支持の人がね、はい、そういうふうに言ってただけ、ね、そうそうそう、うん、ほんであの人がそやから前の民主党が政権取った時みたいじゃないですか、うん、なんか、うん、ね、うん、で自分らが主役になったら、うん、なんじゃこいつ頼るなって、うん、はい、すっごい感じね、前2009年に戻ったような感じで、はいはい、どう思われますか。いや、やっぱこのブレブレをどうにかしてほしいですね。あと周りもなんかもうちょっとブレないでよって言ってくれる人がいないのかなって不思議なんですよ一番仲いい人とか官房長官ね、
林さんちゃいますの、うん、支えるんでしょ、はい、お使いになるんでしょ、そう言うたって。いや私そのお使いをするポーズはしてるけど、自分を投げ出してまで説得しようとか言うつもりは毛頭ないと思いますよ、うん、あ、そういうもうこの彼のコメントとかこの記者会見での態度とか見てたらそういう気持ちはないなと思います。高井先生はこの 8.7% 減っていうのは、もうブレでしょ。だから、あのだからこのブレっていうのははっきり言って政治家にとって致命的なんだよね。だって信用できないって最たるもんじゃない。だからこれでブレて、それでなんだっけな、あの非公認の話なんか持ち出しちゃったってレベルだと思うよ、うん、だからこれはもう だってあんだけブレたらわからんでしょ、うん、あの1個2個じゃないよ本当に石破 A と石破 B が出てきてる感じだよ。すごいですよね、あのほんまに、あの能登 のね復興も何もせんと、いや、あの本当に多分あの人自身がもう思い切りね揺れてね、うん、倒壊してるじゃないですか。ただ財務省の言うことだけはこの人は絶対だから、年次は言ってくから、ね、あのうん、だからそれはぶれないのよ、はい、これは予備費、だから予備費で行くのよ、うん、災害復旧補正予算には行かないのこの人は。あれなんでやねん、財務省がそうだ、なんでやねん、そこはブレない、そこは見事にブレない、なんでやねん。しかし香港さんこれさ数字がさ、うん、わずか10日で 42.0 と不支持率は36ですよ、はい、これあと 4,5 日経ったら支持率と要するに支持率は 30% 台に落ちて不支持率 40% 台行くんですよ。それで選挙に突入するんですよ。面白いじゃない。でもあれでしょ、面白いじゃない、あの2回目の投票で石破さん勝ったって石破さんで選挙勝てると思ったんだ。思った人たち、いいじゃない、はい、その人たち。俺思うけども、その議員の人って選挙のプロとか、まあ、国会とかでね やられて何期も通ってる人もいてるけども、俺らよりはど素人ちゃう。ど素人です。万能感に満ちた、いつも言うように秀才君エリートちゃんだから、実際のこの国民の あの心情とかこれどういうふうに思ってるかって分かってません、うん、全く分かってません。いやひどいなとか思う。ひどい、ほんまにちょっと教えたから来いて、はい、うん、俺も大概のもう年になったから年下多いと思う来いて一回お前らな、ほんまに保守の人ってや、この日本のこと好きな人ってどう思ってるか教えたるわ、ほんまに。いや、ちょっと一緒に議員会館乗り込みますか。いや乗り込んでもいいけども、乗り込んだら乗り込んだで俺ちょっと肩に力入るこっち来てほしい、はい、議員会館ね、あの島田雄一先生がね、うん、議員になったら俺しょっちゅう行ったろうから続きまして共同通信というところで、はい、共同通信社の第1回衆院選トレンド調査で選択的夫婦別姓制度の導入への賛否を尋ねたところ、自民党支持層の 63.7% が賛成と答え、全体の 66.9% に近い結果となった。石破茂首相は9月の党総裁選で導入に賛成していたが、首相就任後はさらなる検討が必要だと態度を後退させており、支持層の意見との違いが鮮明になった。はい、ひどいひどい首相ですよ、はい、ひどい首相。これは調査が違う。これ何回も、はい、あの私内閣で言ってるように、これ調査が違う。要するにちょっと見てみな、これ、はい、賛成か反対かって聞くでしょ、はい、ね、3つ2択なんだよ、ね、これね、あのこういうふうに聞いちゃダメで、これもう何回もやってるんだけど、一つはね現状だから、これ別姓ね、はいはい、それとあと現状プラス旧姓使用の拡大、はい、拡大って、それがだからあの聞いて、それであと選択的夫婦の別姓って聞くの。そうするとね、これはどんな調査してもね、ちょっと数字言うとね、あの現状って3割、それでね、現状プラス選択的、だからこれ別姓みたいに見えるんだよね、はい、これが4割、はい、それであと選択的あの別姓っていうのは3割なの。それでこういうふうに聞くと、実は右側の現状プラス旧姓拡大しようっていうのと、あの夫婦別姓っていうのが一緒になって出るんだよ。だから私が言ってると大体あの7割出るっていうのは、実はその7割のうちの半分以上っていうのが、実は現状プラス旧姓使用に入ってるんだよ。だからそれ言うてるじゃないですか、この番組でもね、うん、あれだから共同通信っていうのがこれダメなんだよ、こういう聞き方があかんと、はい、そう
そやから高市早苗さんが、ね、1142件やりはったじゃないですか、うんうん、ほんであのパスポートもね、あのその旧制兵器できるんでしょ。そうそう、ね、あでそれで今のね数字を言うとね、実はね現状と現状プラス急性拡大ってね、現状維持っていうのは7割って答えになる。これねもう何回も言ってんだけど、共同とかそういうのはわざとこういうやん。いやこれほんまに共同さんちゃんとやりなさいよ。そうでは7割が、あの反対ってことになるわけ。その今高橋さんのやった内閣府がきちんとやってるやつ、はい、あのマスコミでもあのたまにそういうところがあるんだけど、それはほぼ7割があの現状のままで選択的夫婦別姓の導入に反対の方が圧倒的なの。実際はそれを逆に出すわけ。これ本当にね、この調査はずるい、ずるい。あ、こういう調査はダメ。いや、そういうのはあかんし、ほんであのこれねずっとポスト、まあ、X で出てるじゃないですか。ほんでこれね自民支持で書いてるじゃないですか。自民支持の人はね、高橋早苗さんがやったこととか、あ、そういうこと分かってると思うねんけども、あでこれ二択だからこういうふうになっちゃうんだよ、はい、二択じゃないもん、あの三択にせなあかんねん。そうそう、これ三択にしないと。それを入れたらそれ一番多いんだから、あの 50% 近いんだから、40何パーセントですから、それを外して聞いて、こういう嘘。これ共同通信っていうのはどっかに偏ってるんですか。そうだそうだよ。これだって、いや、なんでそもそも日本のあれでしょ、通信会社でしょ、はい、日本の通信会社だけど左巻きばっかりだよここは、はい、なんでそんなになるんですか。そういう人が集まってるからね、マスコミは左ばっかりです。これね、あの、まあ、韓国とかのもあるんですけど、韓国は男性の名前を名乗ったらあかんとかね、うん、そういう風なん でこれ、あの韓国の人を言ってたけど、あの子供があの男の子とかだって、ほんだら、まあ、子供女の子でもお父さんの姓とか使うやん、だからそこはいかんらしいのよね、奥さんが、うん、ほんで奥さんがほんで親戚の家行ったりしたら、なんかあれ、うん、なんか自分だけ違うわみたいなのがあるから、まあ、韓国では有名ですよ ね, ねこういうのがあって、ほんで日本にもそんなんあるでって、なんでっていうのが分かれへんのかなって。でこれ戸籍をね、うん、なくそうとすることなんですか、うん、要するに家族、要するに氏をなくすファミリーネーム喪失法なわけですから、これは日本のその家族の根幹一体感、そして戸籍という世界で唯一のこの精緻な戸籍を持って国民がその中で生きているという、その日本そのものを解体するという立派な目的がございますわけです、左翼には。だからね、それをね言うたらね、これ明治の時代にできたんちゃうかとか言うて、ね、うん、その前ね、うん、江戸時代とか戦国時代そんななかったやないかって言う人いてるじゃないですか、うんうんうん、でも明治にできて、うん、ええー、から俺らはそれでええと思うんですけども、うん、はい、戸籍をきちんと ね明治きちんと作って、だからこうやってバーってあの何トーナメント標識みたいなのがあってね、バーってだからうちはだどこでどないなってって誰と結婚してうちのじいちゃん、うんうん、ばあちゃんはとか、うん、それ分からへんようになるでしょ、うん、まあ根なし草にしたいわけ日本国そのものを左翼は根なし草にしたいわけ。やめてください、はい、党首討論NHK、はい、15日の衆議院選挙の公示を前に、与野党9党の党首が NHK の日曜討論に出演し、政治と金の問題で失われた信頼をどう回復するかなどをめぐって意見を交わしました。自民党総裁の石破総理大臣は、党内の融和よりも国民の怒りに正面から向き合いたい、今回の選挙は収支報告書に不記載があった問題で12人を非公認とし、多くを比例代表に重複立候補させない、厳しい対応をして有権者に真摯に向き合い、あとは主権者たる国民の判断に従うと述べました。はい、高井先生の X です。もうすごい討論だった、終わり終わりは何これ、つまんなかったからだよ、これもう聞いてられなかったよ、もうすげーって書いてます、それはつまらん、つまらなすぎて、なんだこのって感じ。口悪いな。なんか隣のおじさん違う人が、あの高橋 B みたいな人が来てるみたいな。だってあれ聞いてたらもう呆れるよ。例えばどこがきつかったですか。自分の専門で言えばさ、あれだよな、なんかあのインフレ率ゼロで実質賃金上げるって。
なんか絶対できないよって感じで、それとかあと最低賃金1500円なんてちゃんと計算しろって、ええ、無理だからってそういうの平気で言うんだもん、うん、もちろん聞いてらんないよ。それは石破さんが言うてたんですか？他のところみんなそうだよ。あ、そこも全部そう。日本の何政治家でもうこのレベルかと思って、俺ね、あの言ってね、全部一人一人お前違ってるって言いたかった。でもあの元 財務省の玉木さんは、あ、玉木は結構真面目だけど、真面目すぎて何言ってるか分かんない時もあったから、いや、あのあいつちょっと話が長いんだよ。うん、ほんま、へえ、ほんま、たまらんな、たまらんな、ほんまに。あの一つね、あの減税とか言うて、うん、ほんで、な、原発をなくしてその何なんかに投資して200兆かなんか言うてる党があったんですけども、ほんであの毎月なんか給付する、10万円か1万円かなんかあのお金を配るっていうね、あんなんて 財源どっからっていうのとかしっかりしたこと言うんで、うん、あれはどこ行った？令和？令和が行った、まあ、あの人たちはちょっとね、あのだから、もう私も分かんないよ、分からない、うん、はい、一回令和 あの勉強会行ったことあるけれど、うん、頼まれてね、もういや何てか分からなかった。いや、あの俺思うけど、何かね、選挙の時のね公約とかで、あの何かあの皆さんに5万円配るとか、あの減税はまだええけども、なんかあの給付しますっていうのって、俺それ公職選挙に違反せえのかなとか思ってね、あのこう私らがあの政権取ったら、あの、あ、配りますよっていうのは、いや、お金配るって言うとあかんやろとか思うんですけど、それはいいの？まあ政策だからね。でもギリその金のこと言われて、いや、あそこけど政策ってお金だからね。ああ、でもお金で具体的にじゃなくて、じゃあいいじゃないですか。じゃあそれ言うて通ったら、俺、いやいや、ずっとけど昭和からそれでやってきてるからね。あ、そうなん、もうええわ、ほんだなんかおもんないな、帰ろうかな。あ、そうですか、はい、あ、俺はやっぱり政治家無理やわ。衆院選の展望、あ、政治家無理って、あのちょっと首聞いちゃっていい？はい、あのなんだっけな、日本保守党で、あの近畿ブロック6、そうそうそう、あれあれ、これ言ってた方がいいよ、みんなで香港さんでないのとか言ってたよ。そうですよ、俺6位やったら嫌やわ。いや、そっか。いや、あれなんかさ、あの通称なんとかで検討中とか、そうなんかさ、あれは実は香港さんでないのってみんな言ってたぞ。俺それ YouTube で言いましたよ、うん、出ませんって。でそういう話も一個も来てませんと。で今回島田洋一先生も、うん、あの都知事の時は、うん、島田先生がいらんこと言うから、うん、えらいちっちゃい炎上なったけど、今回あのそう6位、そうそう、6位はね、香港さんでないのとか違うのね。違います、一応言っといた方がいいですよ、うん、全然違う。そろそろ諦めたら。何を？いや、要するに出た方がいいんじゃないか。そっちの諦め。なんでやねんな、もうこんそんな足突っ込んでね、もうガチャガチャ、俺もう暴れるもん、こんなとこ行ったら。当主じゃないけども、こんなん行ったらお前ら眠たいこと言うな、国民のお前考え方と乖離しすぎじゃん、ボケ。うん、いやけど本郷さん今のあれ出てほしい。いや、あのでもね、言っといてよかった、あれ私も勘違いして、あれこれ本郷さん隠し玉で6位かと思ったよ。220万か250万票なんですよ、あれ全員取んのか。いや、で香港さんの下底上げ力でいくんかなと思った。6位つらいな、そらって思うで。違う、全然違うのね、はい、ほんで、あの俺違うって言うたら今度誰関平さんじゃん。順番そうそう、順番だ。関平で出んのか、関平なんとかで出んのかって、何やねんって。何や、6位じゃやだな。そう、もうほんまにもう勘弁してくれよ。香港さんが否定した途端に関平さんにバッと火が走ったわけだ。はい、まあ、そんなんでございますので、はい、衆院選の展望です。これがですね、はい、皆さん、これ旧安倍派を粛清して比例代表全体78人、これのうち64名の新人を擁立するんですよ、自民党。うわ、78人64ですよ。うわ、すごいね。それで女性候補は選挙区25名、純粋比例代表31名の計56名ですよ。うわ、すごい。選挙区比例代表合計ともに過去最高数の女性候補擁立を実現し、
20代の候補者も過去最多だそうでございます。あ、もう染めてまおうとしたん、はい、日本が気球存亡の時に自民党は怨念の石破首相で一挙に瓦解へということで、これ私は小泉進次郎氏のこのポストをもとに書かせていただきました。すごいでしょ。すごい。安倍派粛清して、はいはい、空いたところ全部新人と女性を仕込んできたわけ。すごくないですか。すごいですよ。安倍さんが、はい、あの国際的にね、いろんなところの大統領やね、あのトップの方にどれだけ信頼があったかっていうのを分かってないんかね、うん、こやつらは。私ね、だからこの人たちに言っても仕方ないんだけど、日本語で節度っていう言葉がありますよ。節度っていうのはやっぱりその常識とか道理道義がない人っていうのは、この節度が全くないのでこういうことをやるわけ。安倍派を全部粛清してそれを女性と20代にするとか、それ節度がなさすぎるでしょ。で、女性と20代にするっていうのはこれね、小バカにしてんのよ、うん、自分らで、うん、何やったら洗脳できると思ってんの違うかね、うん、だから自分の言う通り聞くし、はい、若くして女性をあれすれば有権者がなびくだろうっていうふうに国民も思うバカにしてるわけ、はい、なるわけないって。だから奈々子ちゃんにその辺のどうですか、こういうやり方、自民党のやり方なんか浅い浅い浅い、なんか簡単だと思ってますよね、うん、なんか簡単、うん、何ぶってる簡単と思ってるってこういうこの安易というか安直というか、うん、だから女性をね蔑視して、これ逆に差別やん、こんな差別、うん、能力やったら分かりますよ、うんうん、だったらなんでね女性を増やせとか言うてたね、うん、エッフェル塔とかスピードでの方とかみんな何あと稲田さんとか言うてた方、うん、なんで高市さんに入れてない、上田さんとか ねなんで入れてない、入れないの、うん、お前らただの、お前らが勝手に天井の高さ決めとんねん、うんうん、ほんまにまあ、日本保守党に流れていくと思うわ、ほんま、うん、あ6位誰やねんやろまだ遅くないよね、まあ、本郷さん、ね、いやあれ本郷さん今日は月曜日だからまだ14日、うん、もうその怒りはそっちに持ってった今日14日でしょ、14日、この後ちょっと会わなあかんから、ね、あちょっと急遽匂わせ決断してください、うん、後押ししますよ私たち誰も声もないわ電話も買ってきてるわほんまに、はい、加藤さん、え、まだ続いて、はい、高市嫌いで小泉利益の産経新聞が石破内閣の支持率が上がらないことまで総裁選の候補者が多すぎた、議論が拡散し熱気は感じられなかった、早期解散に慎重だった首相の方針転換も批判された、党内には総裁選で早期解散を打ち出していた小泉進次郎選対委員長が負けたことで計算が狂ったとの声もあると、いまだ露骨な記事、大丈夫か産経新聞ということで、この長老の話としてこんなことを言う長老がいるのかっていうのは疑問なんだけど、それの話を延々最後にぶち込んできて小泉だったらよかったという記事を産経が出した。産経新聞でもう何なんですか、そんなんちょっともうちょいちゃんとしてるかなとか思ってましたけどね、はい、高橋先生の X です。産経の予想以上に早く失速したねと、はい、予想以上、いやいや、ジュニアがね、うんまあ、残念でしたねって、それだけ、いや、ずっと持つと思ってたんじゃんね、うん、この人ほんまにジュニアで行きたかった、行くってそういう方針があったんじゃないの、三権の中に上げ底議員みたいやなとか思って、いやけど私はね、今回の総裁選の特徴として、うん、ほら地上波対ネットの戦いっていう要素もあったじゃないですか、うん、そしたら彼のその会見がその全部その広告代理店のあれで、そしてこのいろんな資料をもとにこれっていうのが全部すぐ明らかになったじゃないですか、はい、それでネットで拡散されて、彼の発言も総裁選が始まってずっとネットでガンガン拡散されていったら、あっという間に転落しましたね。転落したね。ここまで転落するっていうことはちょっと想像を超えてました。ね、だから俺はこれはね、これからの選挙とかこれから の、 報道とかに、すごい、これでも俺小泉さんも
あの人河野さん語れへんと思いますよ、うんうんうん、ほんでネットがねもうこれを切るのにあ俺ターニングポイントやったまさにそうほんでもうテレビが衰退してネットになって、うん、でこの人らのがもう全部露骨に、うん、あのそのねあのね所管外だとか、うん、ああもうあの、うん、次とか、うん、あんなんでイメージがバン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 はなって、うん、ほんまこの人こんなんやねやっていうのがバレてまっうん、マウスから。それが全部ネットだから。はい。うん、だからもう、俺はちょっとそこは安心してるんですよ。うん、近畿ブロック6位と言われた男は。ね、まあ、それはちょっと取り続けて、はいうん、本当に、この地上波対ネットの戦いが、実は地上波の方が勝ってるだろうって思い込んでたんだけど、高市さんがあそこまで行ったことも、そして彼があんなに急落したことも、これ、ネットの力がものすごいもんだということが判明しました。今回のネットの動画の、ね、高橋さんの YouTube、うん、高橋チャンネル、うん、あの再生回数一番多いからね、うん、議員の中で、うん、だからそういうのも加味して、うん、もうあの自民党ほんまに今回のこともうバレてますからね、うんうん、バレてるから比例負けますせって、うん、それで四国なんか誰ですか。はい、四国は誰ですか。比例四国、はい、比例ああ村上さんもう入れられませんよもう、はいはいうん、でもあの高齢の方が多いじゃないですか四国は、はい、特に山間部そうですよ、はい、香川だけでしょ高井さんに今回ね党員の方もそうですいやけど102票差ですよ高知も分かりません愛媛も百何十票差ですよこれで大名を追ったら、うん、ねほんで、じゃあ俺国民民主とかが国政政党になって、ガン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 言うてくれた方が、おもろになると思います。俺は面白くない。ほんなら、あの、ええ風に高井さんの方にも、あの、風が吹いてくると思うようにしております。はいはい、思います、はい。高井先生は、どう思われますの？あの、これ産経はなんで、産経で高井さん嫌いなんですか？あんまり好きじゃないみたいだね。なんでなの？わかんないわかんない。だからなんか産経の人と話すると結構嫌いな人が多いね。なんでかね。私はちょっと先週パーティーで産経の首脳と会いましたけど、はい、首脳の方はそうでもない、はあ。やっぱり高市さんがやっぱり好きですよ。ええ、けどそのそこの下から今編集を牛耳ってる人が小泉不安で。なんでなんですか。なんかだからその人がおかしいんじゃない。喋りやすかった。本説委員長とかもやってた。ああ、俺も彼のラジオ番組出たことあるけど、まあそういう人だったんだなということで、ちょっと私クエスチョン。ラジオ番組持ってはんの。持ってたというか、うん、コーナーを持ってたね、その人は。論説委員長までやった人物ですよ。なるほどね。わ、うん、かりました。和歌山に行きましょう。はい、アエラです。10月5日、和歌山県田辺市で記者会見し、周囲に鞍替えして和歌山2区から立候補すると表明したのは、裏金事件で離党勧告を受けて自民党から去った前参院幹事長の世耕弘成参院議員だ。すでに自民党は同選挙区で裏金事件の責任を取る形で引退する二階俊博元幹事長の後継として二階氏の三男信康氏を公認しており、保守分裂の選挙となる。はい、高橋先生の X です。政治生命のない人が政治生命をかけたり、離党した世耕氏を党規違反と言ったり、保守系他候補が世耕氏を応援したり、いろいろと。はい、笑えるよねこれ。笑う笑う、これ面白いですよね、はい、あの受けてやって書いてるだけで、はい、かもしれない。最初ね、俺ここね、あの和歌山に行くね、あの本間さんやったかな、そうそうそう、女性の方がね訪ねると、ほんだら俺 X でもう応援しますよってなったんですけども、うん、世耕さんが出るってなったら本間さんが、うん、あの割れたあかんから、そうそうそう、あ、おりますって、うん、彼女が言うと1万かそこだどっちやかもしれないから、ね、はい、だからちょうどね、よかったね。私の票は絶対に二階さんのところには行かないって書いてある。それはそうだよ、行かないけど、はい、でも出ちゃったら割れちゃうからね、はい、あの1万ぐらいだとギリギリになっちゃう時に危ないからね、はい、うん、だからほんで世耕さんで、俺も世耕さんで、これ割ろたんだ、やめてんのに同期なんてね、面白いね。これどんな、いや、あのでもね、離党勧告して離党させたやつに同期なんだって。いや、もう離党したんですけど。でもそのさ、もっと面白いのがあったね。要するに二階さんが出てきて、私の政治生命をかけても絶対にやらせない。お前政
政治引退して政治生命ないだろう、うん、叩き潰して言うてたよ。そうそう、だからここ面白いとこだね、うん、いや、これ、これがさらに面白いのはこの選挙後も面白いわけよ。これで今そのあのこの情勢調査では世耕さんの方が有利と出てるわけで、そうすると世耕さんがこれまあ時期は置いて復党する、そうするとどうなるのかって、あ、じゃあ次の選挙では比例でこの信康氏をこの処遇することになるだろうとか、今もうそういう話になってるわけよ。ああ、ま、負けてからどうなるかとか、もうそういう話になってる。世襲でいきますの、やっぱり。だから比例であのこの遇するわけでしょ。でも次の選挙ですよ。それもおかしい。 10.27 のその次の3年後、はい、4年後の選挙でのことですよ、まあ、負けそこまで話が進んでます。へえ、うん、まあねえ、政治生命かけて叩き潰すってね。どんなんやねん。どんなんですかね。あの言うたって、あのあんたら同じ地味釜の飯食うてたんちゃうもん、うんうん、それより50億円のね活動のその行き先あのちゃんと言ってくださいと言いたい、ね、いや言わないんでしょ。やっぱりもうあのこうある意味そんなんまかり通る国なんでしょ、この国は。国はまかり通るから恐ろしいね。はい、ほんまに何か正直者がアホを見るっていうところ、世耕さん頑張ってください。私もね、あの応援します。はい、続きましてはデイリーです。はい、元衆院議員の杉村太蔵が12日放送の読売テレビに出演、衆院選について今後政権長く続かないんじゃないか、一歩間違えたら自公過半数割れですよ、僕は自公過半数割れするんじゃないかって予想していると語った。選挙後は万が一石破さんと野田さんが連立組むとかね、ウルトラCで可能性はゼロじゃなくなってきてんじゃないかなと指摘、金子めぐみ氏がうなずきながら起きる可能性もと語った。はい、高井先生はあのこの自公過半数割れするんじゃないかなっていうので、でね、あとなんかあの言うてはったんだけども、違うとこと連立組む可能性もあるんですかね。このあ、だからどのくらい生まれるかに依存するんだけど、はい、ちょっと割れたら無所属の人は引っ張がして10ぐらいだったらそれできるからね。で無所属のところは引き詰めてあの連立はしない、はい、だからそれ以上になるといろんなシミュレーションがたくさん出てくるんだけど、もう本当の最悪の最悪だけ1個だけ言っておくと、あのね、これ財務省がやるんだけど、立憲となんか連立みたいなのあるんで、最悪。これね、あのね、有事になってくると本当にあり得るんだ、うん、だからね、前もね、東日本大震災の時やったんだよ、財務省、うん、こういう時にはって。それだから今回ね、あの台湾有事になったらこれ危ないんだよ、うん、あ、こういう風なのもある。なるほど。だから最悪ね。だってさ、政策二つ並べるとそっくりじゃん、はい、のあの石破さんものすごい左だから、どっちが左かよく分かんないくらいなんでね、今回は。これ野田さんと石破さんはほとんど政策が同じなわけです、ね、そうすると、うん、その香港さんから発言を封じられている200割れ、これが180とか170割れってことになると、もう自分が引きずり下ろされるから大連立に走るわけで、そのことを杉村太蔵氏は言ってて、これは政策が似てるから、これあの大連立構想っていうのはこれはあるんです、うん、まあ、その時にポイントはね、財務省が裏でやるんだよ、あの本当に。それでね、でも大義名分のやけないとなかなかしにくいけれど、有事みたいな時には危ない、うん、だから そのぐらいまでいろんなあのシミュレーションというかね、いろんなことを考えておかないと本当にやばいことにはなる時はあるね。だから石破さんがもともと左翼で、あの自民党にいた、自分は自民党もあのかつて出たこともあるし、そういう執着心がないですから、そして左翼だから、自民党をバラバラにするっていうことには何の良心の呵責もないですから、これあり得るんです。かなり人ですね、うん、だからそういう人を総理にしちゃったのよ、うんうん、まあ知らんけどね、こんなん。もうあの維新が入るとかないんですか。だから負けた数によるわけ。あ、維新は一番入りにくいんだよな。入りにくい。要するにね、大阪でね、公明党とガチンコやっちゃってるんでしょ、はい、ガチンコやるからちょっ
苦しい。じゃあ公明党外して。公明外して維新っていうのはあるかも。でもそれは他のところでちょっとやりにくい。公明をよう外さないわね、うん、自民党は。それで最初国民民主とかってこうあれするんだけど、要するに負け方の幅になるわけよ。これ180、170自民党単独でよ。なってきた場合は、これ大連立の可能性の方が高いですよ。でも、他の議員が、自民の議員が、そらあかんで。うん。引きずり下ろす。普通は言うよな。もう、普通は引きずり下ろす。ものすごい声になって、引きずり下ろす。その、ものすごい歴史に残る大政局になると思います。ねえ。うん。それが、有事だとあんまり起こんない。うん。だから普通だったらそういうエネルギーが出るんだけど、有事になったら起こんないんだよ。台湾有事で今惑星直列の状態、要するに石破首相というものが日本ができて総選挙、そしてアメリカも大統領選がこれやってて、そして経済破綻がもう中国がダダダダダって出てきてる今、惑星直列状態なわけよ、この台湾有事を起こすための。それで来た場合はこれはそんないろんなことやってられませんから、これは引きずり下ろすとかそういうのもなくなるわけですけど、それもそうなんですけど、台湾有事が起きたら日本はどういうスタンスでやりよるんですか。だから石破さんと中谷元の、要するにその認定自体を認定する、あの武力攻撃自体は分かりやすいからこれ誰でもあれできるんだけど、重要影響自体とその上とこうだんだんあるじゃないですか。それをどういうふうにこの石破さんと中谷さんが決断するのかというのは、これは大きなポイントです。決断せえへんっていう選択肢はあるんですか。あるよ。ネバネバ、ね、何々話すネバならない。ならよく話し合わないネバならない。だから高市さんはすぐはっきり言って、既存率ってはっきり言ったんだよね。はい、これこのくらい、それはそうなんだよ。でもね、ネバならない。これはよく、中国ともよく話し合わねばならないって感じはある。これフジテレビのあそこでもろ、高市さんは、高市さんは、すっきりしたよ。あれしたんだけど、すっきりしてる。これ石破さんが、ちょっとその、いろいろ話してネバネバネバで、高市さんはもう、いや高市さんははっきりして、なのそうでしょ、資源止められるのがそりゃそうでしょと。そりゃそうだよ。そりゃそうだよ。こんなの議論とかそういう以前の話だよ。わ、うん、かりました。最後 NHK ノーベル賞。はい。今年のノーベル平和賞は、被爆者の立場から核兵器廃絶を訴えてきた日本被団協日本原水爆被害者団体協議会が受賞することになりました。核兵器のない世界を実現するための努力と、核兵器が二度と使用されてはならないことを証言によって示してきたことが受賞理由となっています。日本のノーベル平和賞受賞は1974年の佐藤栄作元総理大臣以来50年ぶりです。はい、これ加藤さんの言ってます。はい、核廃絶を訴え続けた日本被団協がノーベル平和賞を受賞、おめでとうございます。だが隣国中国のネットでは、日本を敦煌41型核ミサイル7発で地上から消滅させようとの映像が拍手喝采を浴びている現実も忘れてはなるまい。綺麗事では命も平和も守れないことをこの機に再確認したいと、はい、いうことで、はい、その通りですね。高橋さんの X です。はい、受賞はめでたいこと、世界的権威により日本の脅威である中ロに行って説得してほしいと。はい、そうでございます。日本人の毎日新聞ですね。続きまして、はい、はい、今年もノーベル賞の季節がやってきた。経済学分野で優れた功績を挙げた人物に授与される経済学賞の今年の注目ポイントは何か、そしてなぜこれまで日本人は経済学賞だけは手にしてこられなかったのか。はい、高井先生の X。 宇沢博文、伊藤清、角谷静雄、みんな数学者だわなと。はい、これどういうことですか。これだからノーベル経済学賞っていうのはスウェーデン人の選考だからアジア人取れないって書いてあって、はい、日本人で名前が上がった人3人が上がったんだけどね、これ全部数学者で、はい、そうするとだから数学者だとちょっと取れるかもしれないけど、普通の人はもうアジア人は取れないって、はい、というのが書いてあったから、ああそうだなと思った。無理なんですか。あ、無理だな。もうあ、いやちょっとね、でもね、これはね、昔医学生理学賞っていうのもね、やっぱりアジア人に取らせなかったってずっとあったんで、でも最近取るようになったんです。それ偏見なんですか。偏見、 はっきり言えば偏見。なんかノーベル賞の中では差別的な賞はないんですか。差別をなくせ賞、経済学賞は差別的なんだよ。
じゃあ人差別、じゃあ差別をなくす賞ってないんですかね。いや、これはだからもう西洋人から見て日本人、アジア人はダメなんだ。だからアジア人で今までノーベル経済学賞取ったのは2人かな、1人かな、実際上。まあそのくらいね、偏見に、その人たちもインドだからね。日本人はとにかく、日本人とかそういうのは、だから昔は北里柴三郎なんかは取りそうなのに取れなかったわけよ。やっぱりね、偏見ってのあるんだよ。これ、この世界は。それで、数学の世界は偏見がないから、この3人は候補になったんだけど、これ死んじゃうと取れないからね。まあ。残念ながら。まあ、そうなんですけども、ノーベル賞って、どうなんですか。あ、このノーベル経済学賞は実はね、ノーベル委員会やってんじゃなくて、スウェーデンの中央銀行やってるからちょっと違って、本当に正確に言うとノーベル賞じゃないんだけどね。日本ではノーベル賞として扱われてるんだけど、あ、そうなん、本当は違うんだよ、うん、スウェーデン中央銀行っていうのが出してる賞なんで、ノーベル賞とはちょっと違う系統で、なんていうかな、ノーベル賞を出したのはノーベルって、アルフレッドノーベルってある、はいはい、ダイナマイト作ったんだ、はいはい、この人数学大嫌いだから数学の賞作んなかったんだよ。それでこの経済学賞が後にできたってやつ、そういう経緯があって、数学嫌いなのにダイナマイト作れるんですか。ダイナマイト作って金儲けしたんだけど、数学が なぜか故意的を数学者に取られたっていう話なんだよね。あ、それで嫌いなの、とにかく。だんだんでもう絶対どんぶり勘定やったから無理やったのね。これ故意的、なんか自分 の彼女を数学者に取られたっていうのが、まあ、そらなんとなく気持ち悪い。理解した、ね。はい、まずはね、高橋先生が、うん、なんかその、うん、アメリカの大統領選とかのなんかがあって、それで何かかこんなんて、日本ではわかんねえけど、賭けのがあって、それで、何パーセントとかなんで、うん、今圧倒的に、うん、もうその賭け市場ではこのトランプが 55%、 それでハリス、カマラ・ハリスの方は 45% って、もう10ポイントぐらい差がついてきてるわけですよ。はい、はい、それをもとに高橋さんがちょっと、はい、42番ね、はい、高橋先生の、まあ、ね、ここは英語が読めなくても数字だからね、はい、簡単にわかるからっていうのを私はお勧めしてんだけど、はい、いろんな筋からまあ、このアメリカのこれは合法なんです。でも日本からこの賭け市場にアクセスもできるんで、見ることができる、私、はい、もちろん。それでね、実際にお金かけることもできるんだけど、日本からお金をかけたらこれは賭博罪になる、はい、やらないでくださいと。やらないで、絶対やらないでください、これ、はい、私もだ、見るだけにして。これあれやんね、一平さんからとかね、そう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 、ありましたよね、うん、だから日本からはこれ、海外ではね、これ合法やけど、合法だけど日本からお金をかけたらあかん。ダメ。でも高橋先生はいつもね、金がかかってるのが一番分かりやすいやろっていうので、うんね、でも金は自分ではかけ見るだけ、はい、アメリカ人でかけてるから、アメリカ人は投票権もあって未然に切ってるでしょと、そういうので、だからこれに通じるもんが俺株やと思うんですよ、うん、株価ってなんか総理が決まったら株が上がったり下がったりするから、ね、どっかの国の総理が決まってドーンって下がったみたいな。そう。だから、それを見てる方が、いろんなね、評論家のくんたるよりかは分かりやすいでしょっていう意味でやってて、でもやんないでください。うん、これはやったらね、もうほとんどが民主党系、民主党 B 級のメディアばかりだから、それを見てても分からないけど、これをまあそのお金をどうこうじゃなくて、はい、これの数字を見てたら実情が分かってきますっていうことでございます。だからね、最近ね、この日本のその、うん、ほら選挙もあるじゃないですか、うん、でもね、うん、俺が正義の味方で、うん、アメリカ大統領選の専門家来た時に言うたじゃないですか、うん、ほんで最近ね、アメリカ大統領、うん、11月の5日でしょ、うんうん、ね、うん、もうすぐですよ。もうすぐよ。でもテレビであんまりやらないじゃないですか、うん、はい、民主党の人をね、擁護してた人、うん、出てこないんですよ、うん、もうね、だんだん数勢が分かってきたから、ね、あれやっぱりバイデン・ハリスで、なんでプーチンはウクライナ攻めたんやって誰かに言われるの怖い、いや、もう本当に怖いおじさんが一人ゲストじゃない、レギュラー席にいましてね、はい、で露骨に来るから、攻撃してくるからいやらしいね、うん、なんか出るのが、さ、うん、露骨に言うから、ね、露骨に専門家を攻めてきますからね。専門家やねんから答えたらいいの、答えたらいいのに全然答えないじゃない。そうやね、ほんまに。本当に腹立つよね、ほんまに。まあええけどね、顔ストレスたまらんで、うん、でもトランプさんやっぱり強いんですかね、うん、これ
ハリスさんのちょっとどちらかというとハリスがボドが目的が剥がれてきた、あの小泉ジュニアで思ったけど、この間あのプロンプターってあってね、これ読むやつなんでしょ、はい、それが故障しちゃったらね、はいはい、ずーっと同じこと喋って、私もびっくりしちゃった、ね、あのあと32日あと32日でずーっと繰り返しちゃってさ、もうあれ応用力ねえんだな、そこで止まっちゃった、まあハリスが、だって本当にそれずっと繰り返しちゃって、ずっと言ってるんです。あとさ、選挙、あの、投票日まで32日っていうことを言って、次に何か言えばいい、うん、何ずっと繰り返してる。あれびっくりしたな。で、そんなひどいんですか？ひどかった。うん。うん、あの人なんか、応用力ないってことがバレてきたの、最近。なんか、法律変わっちゃいますの、ね、法律家でも読むだけで、あの、なんか、そうやって喋れないんだな。へぇ、そういうのとか、あとね、他のなんかね、ネット番組に出た時もね、すげえ、あの、ドジを、あの、やったりとかね、結構そういうのが、ね、たくさん出てきた。はあ、俺ら英語わからへんから、英語、高橋先生とかわかるから、うん、やっぱりおかしい。って感じになるじゃん、やっぱり。それはいくらなんでも。それだから、そういうのがだん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 バレてきちゃって、俺、私これずっと見てんだけど、この、ね、2桁開く、10ポイントぐらい開くってことは今までほとんどなかった。うんうん、これはね、って感じだな。これやっぱり J.D. バンスのあの副大統領のあの激突であまりにもレベルに差があったので、これもでかかった。あの人もかなりのね攻撃的な方ですよね、ほんまにね、専門家来たらバーって言いそうな感じでね、まあそうですか、頑張っていただきたいなというところで、賭けはダメですからね、賭けはダメです。はい、はい、メディアを正しいなんで門田さんよろしくお願いします、はいはい、昨夜のニュースウォッチ9で令和新選組の衆院選公約だけを約2分にわたり流し続けたんです、NHK が。それで国際放送で中国共産党の主張を中国人に垂れ流しされた事件から1ヶ月半、左翼が牛耳る NHK ではどんなことでも起こりうることを再認識したと。中東問題、米大統領選、総裁選、総選挙、移民問題、石化する NHK 報道に誰も抵抗できない怖さと。ひどい、これはもうひどい、ちょっとありえないと思った。あの1分47秒かな、1分50秒ぐらい流しつつ、はいはい、いやこれはやばいでしょって、他の政党全然やらないのに、ほら10秒とか15秒なら一つだけでもちょっと許されるけど、これは2分近くやったの。これなんでなんですか、これなんでって令和を推したいわけでしょ。え、ずっとですよ。いやガチで、え、そんな曲あるんですか。びっくりするわね。それさすがに有村春子さんが見てて、これはおかしいですっていうことで NHK にあの抗議をあれしたんだよね。うん、そしてあのお詫びというかなんか返信が返ってきてどうこうっていう話になってますけどね。うん、やばいね。やばいですよ。ほんまにこれ、ほんまになんかずっと失われた30年とかね、なんか言ってるけど、いやこれで俺もなんかばらまきばっかり言うてるじゃないですか。うんうん、でその財源どっから持ってくんねん。うん、ね、あの原発もね。うん、うん、もうにあのこ彼の言うことを言う通りにしたら日本中あの太陽光パネルで日本の緑は消えてしまいますよ。うん、なんやろうなとか思うんですけど、はい、この人、はい、わかりました。あ、続きまして小坂英二さん。はい、 X です。朝日新聞本社にて報道各社取りまとめての予定候補の撮影会、南関東ブロックで日本保守党の公認予定候補1番として撮影、ブルーリボンバッジを外すように要請されましたが小坂からは拒否、着用のまま撮影と。はい、これ何なんですかね、と思うんですよ。これブルーリボンバッジね、外すよって。外さんでいいでしょ、する必要ないし。本間奈々さんも言ってたね、あの和歌山のほら肉から、はい、あの出るっていう予定だったから外してくれって、それはダメですって。これは朝日に、これそれも朝日、NHK か、あれ NHK か、 NHK か、 なんか、うん、そういうほら主張を入れるなっていうことで、その主張を入れるなってこれバッジですからね、それも含めて自分自身なんだから、それ外す、要求する、その根拠がないわ。で、主張中よりか、同胞が拉致されてるんですよ。うん。何？なんで、ほんま気持ち悪い国ですね。うん。だから、NHK とか朝日新聞にとっては、これは日朝国交正常化の妨げなんだという、あの辻元清美さんと同じ認識
なわけですよ。じゃあ、日本人は犠牲になっていいっていう認識なんですか？そうでしょうね。ね。だって異常じゃない、その、ガザの報道にしても、まだ100人以上戻ってこない、10.7、去年の 10.7 テロの、このあれが連れて行かれた人質がいるにもかかわらず、そのこと一切報じないでしょ。だから日本人がこの連れて行かれてるっていうことも一切報じない。そしてそのブルーリボンバッジを外しなさいというのが、これが NHK とか朝日新聞、辻元清美さんもそうです。気持ち悪いです。気持ち悪いです、だから能登の復興とかも言うたらあかんよね、朝日も NHK も、あれ 見殺してるでしょ、政府は。ね、なんで復興、災害復興補正予算組まないのって主張しないでしょ。そうそうそう、なんでそこついていけへんねん、今まで、ジャーナリズムのはずなのにね、阪神淡路の時も、東日本も、震度7以上はって高橋先生がしょっちゅう言うてんのに、1月から言ってますよ、ちょっとすいません1月からだこれは私の役人的の条件会社だもん、それほんでこれをね、これをね、もう10月だよ、これを野党が言うたら、お前ら支持率上がるでって言ってんのに、野党もでかい声出す、不思議だね。それはもう財務省のもう尻に敷かれてますから。なるほどね。やっぱりそういうの、そういうのでどう、情けないの、自分の彼氏とか旦那さんとかがそんなやったら、どう思う、だからなんかこう、みんながみんなそういう意思なんだなと思いますね。そういうまともな人が一人とか出てけん、変わってくるの、出てきてる人とか、そんなんをやろうとしてる人は潰されるんですよね。この番組だけですよ、潰されないのは。すごいですね。すごいでしょ長い間潰されない、よう考えたら怖いとこに出てるなまずい、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 電車買ってホームの一番前立てへんもんね、はい、怖すぎる、そんな、それは私も、俺柱のとこちょっと持ってるもんかやって怖い、電車で見てるのは見たことありますけどね、マンデーバスターズを見てる方を、ああ見てる方は、はい、あ見てる、そうそうそう、はい、続きまして、その人に寄っていってトボボン、いやこんなことしてんじゃないだろうねしてないです、してない、ふる小森さん、小森義久さん、はい、の X ですね。朝日新聞のデマ、佐藤記者がコラムで高市早苗氏の首相としての靖国参拝で日米関係も崩れるというデマを書いていた。小泉純一郎首相が6年間靖国参拝を続けても日米関係は超良好、オバマ時代の安倍首相参拝には在日大使館が失望と述べたが、その後の日米関係は超良好、事実を見ようと。はい、和田さん、はい、よろしく。本日のそこまで言って委員会は、武田恒康氏の国史教科書徹底検証スペシャル、靖国問題や慰安婦問題で意見を言わせていただいた、上等兵の給料が10円の時代に300円を保証されて集まった発行な慰安婦たち、朝日による強制連行された女性とのデマがやっと払拭されてきたことを感じたということ、はい、これ出るんですか、これ動画流れますかね、出していただける、私たちに対する、あ、言うと、政府の気持ち、これは何度も何度も、言ってます、はい、それはやってます、この上等兵の給料が10円の時代に月300円、30倍の給料でこの応募を求めて、そしてそこに慰安婦の募集にこれ殺到したという事実があるわけです。一部ありますけど、そうでない事実もある、ね、そうするとこれを強制連行であるかのようにずっといまだに、はい、野党の方も有志活動家も言っております、これはこれ以上 の、誤解を拡大させるようなことはやめてください、強制連行を言いたい、はい、現地たちに対する、ということで、それでこ の、 女性陣の中で一番右端にいた人は不満げに、あれ誰ですの、一番右の人って誰、誰今誰って言うんだっけ、一番右、ちょっともっぺん見せて、お医者さん、うん、違う違う違う、お医者さんは、元アイドル、元アイドルの人、これ、この人、この人誰ですか、山崎レイナさん、あ、この人、あれ、高市早苗さんに論破された人やな、選択的夫婦別姓、だいぶ左寄りの方のようですね、いや、ほんまに知らんねん、俺これ春森の家行ってこの慰安婦やった人に話聞いてるからね、
日本軍の軍なんか出てきてないし、うん、大人が来たって、うん、でその時にあの食べるもんもないから親が撃ったかもわからんっていうようなこともね、うんうん、いうような話、こんな知れへんねん、こんな、こんな俺らの時代のアイドルと違うから、あんなもんね、要さん集められてね、それお金でね、なんかなというところで、まあ、でも問題発言連続してない。じゃあお金ってあれやで、あの俺らの時って一人やけど、この人なんて要さん集めて、うん、ね、CD 買ってもらうって言って、うん、はい、はい、秋元なんとかさんですか、はい、そんなんやから、俺はもうでなんか頭ええかなんかやんな、この人、うん、慶応かなんかかなんかで不満やった。不満そうな顔してるね、これ。ネットで不満そうな顔してるね。ネットでね、あのカロタさんのあれにもう不満そうだったなんとかって結構出てたので、それで、あ、確かになっていうことで、あ、ここで見るとすっげえ不満そうな顔してるな。ね、ほら、これ加藤さんが説明してる時に、うん、不満そうだ、ぐーって口をとんがら出して、はい、これ喋んなかったの。でも俺喋んなかった、俺よく知らないし、この人。いや、なんか意見言えへんかったの。言わんかった。あの橋本さんと俺との論争になるかと思ったけど、あのもう押してたから、ものすごい押してたから無理やりもう行きましたね、次の。でも橋本さんもね、あの、市長時代かなんかね、慰安婦の問題、うん、けどその後巻き返されたと思いますよ。あ、そうなんですか。巻き返されて、あのそれは一部の人であってっていうことで、向こう側の、言い分を、この重く受け止めてる風の言動のように聞こえますけどね。あの真正面からあの激突したらすごいことになると思いますけど、近く激突すると思いますよ。でもあの年齢もね、うん、うせやん、その時あんためっちゃ子供やんっていう人が、うん、あの、うん、ヤフやったあんたいつからヤフだったの。そうそうってやつで、うん、7歳からヤンしてたんですかとか、ね、うん、だからもうそんなんがあるから、これ違うと思うのよ、ね、うん、だからあの強制連行っていうのは拉致監禁強姦のことですから、こんなことはしてませんということをずっと多くの人が言い続けて、そして2014年に朝日新聞が誤りでしたということで謝罪したんですから、それで強制連行は否定されたんですから、それをまだ未だにこの言うとる人たちがいるんだけど、だいぶ私がこう言って反論がなかったので、あのちょっと時代が変わってきたなということは感じました。これほんまにね、あの違うなとか思うのが、向こう行った時にあのほんま、あのそんな笑いながら言いますと思うんですよ、うんうんうん、そんなほんでにこやかに、ほんでそのね部屋とかもあるんですよ、うん、あのそういうふうなことを行為をされた部屋、うん、そのハルモニのそういう慰安婦の人が、うん、あの集団で暮らしてるもの施設ですよ、うん、そこに普通作る、そんなんでトラウマになるやんね、え、俺それも不思議やなとか思ってたんですけどね、うん、ああ、ほんでこれの財団かなんかでね10億とかねなんか言うて、うん、それも猫ばばしとったし、はい、おかしいなとか思うのよ。だからあまりにもその向こう側が言ってることを、そして事実関係をあの誰も指摘しないって、日本側が指摘しないのがおかしいんですよ。私はいちいち指摘しますけど、してはよろしいよ、うん、と思うし、いちいち指摘して、で、あの山崎さんっていう女性の方、あのやっぱり歴史の本、うん、あのなんか教科書にちゃんと書いた方がええとは言うようなこと書いてましたけどね、あの負けたからこういうことじゃなくて、勝ったからそういうふうな風に言われたりとか、日本の広島のことでもちゃんと書いた方がええとは言ってましたけどね、書いて、うんうん、言うてたようななんか記事読みましたけども、だからまあ、あの南京の話もそうじゃないですか、石原慎太郎さんがその時の日本のね兵力で1日に30万人あの広島長崎のあの被害者の人はでも30何万人でしょね、原子力爆弾で、はい、そもそもあの20万人いたところからもう人が逃げてる上に、残った人は安全区というところに入るのに、どこでそれをやったの、じゃあその遺体をどこに埋めたのっていう、あの宇火台っていう台地が後ろにあるんだけど、そこにも要するにあの凍ってますから土が、
どこにもそんなことをする埋めるところもないし、ありえない話であることを物理的にこれ証明できるんですよ。それで幕府山事件という別の捕虜をやった幕府山事件っていうのはあったけど、南京事件は存在しないんですよ。うん。うん。はあ、これ今度特集してくれたら私がルール説明で。はい。もうやってください。やってください。はい。やっぱり敗戦国ってね、もう捏造されるんでしょ。まあいろんなことやられるからね。だからこの東京裁判、けどそれでも東京裁判の時にあの証言とか証拠とかで出てきたものはたった一人ですよ。あの追加された中国人が逃げていって、それを止まれ止まれって言ったまま撃った死者一人、それが南京虐殺で、あの証言が出たたった一人ですよ。あ、そうなんですか。うん、30万どころか一人です。ほんまにね。わかりました。あ、高橋先生の記事です。はい。日銀の物価安定目標 0% 超に立憲民主党金融政策の弊害、実質賃金上昇とも矛盾、雇用確保に2から 4% を目標とすべきと。はい、どうしよう先生。これ次に、なんかもう大学の講義みたいなんだけどさ、あの3枚出てくるからこれ見てあ、これこれ簡単にわかるよ、はい、ちょっと貸してこれ、はい、大学の先生っぽいにやって、要するに、あ、マイクね、うん、うん、あのここからでいい、ね、うん、これ横軸がインフレ率、縦軸が失業率で、はい、まあざっくり言うとこういう感じになってますと、うんうん、この時にインフレ率をゼロにしたらどうなるかっていうと、ただ単に失業率が上がるだけなんです。はい、だから下げるとで、ここからここのぐらいにするのが一番いい。まあこれになったら意味がないからね、失業率が下がらなくてインフレ率だけ高くなる意味ない。だから大体このくらいにした方がいいっていうのに、ゼロ以上ってなったら失業率はすごく高くなっちゃいますよ。はいはい、それでこれをあの無理にしたりすると本当に失業率大変になるから、あのこれは金融政策じゃないです。金融政策としては絶対にやらないです。で、安倍さんに私は年次こういうふうに言ってたら、はい、あの安倍解雇録にかかそのまま書かれちゃったけど、まあそんなもんです。それ読めばいい。ちゃんと読めよ本当に。この全然あの学部レベルのこういうふうな基礎的なことも知らないで。やっちゃダメですね。立憲でもあれでしょ、野田さんと小川さんなんでしょ、うん、だから全然ダメだね。それで賃金のやつも出る、賃金、これはね、賃金のね、これ、それでね、これね、うん、これもどのくらいにしたらいいかって言うんで、別に賃金で、うん、あの取ってもいいんだよね、うん、それでどのくらい上げたらいいって言うんだ、これは賃金だと4から6ぐらいの間が一番いいね。4から6、はいはいはい、一番下がるからね、はい、そのくらいにあの設定してって、まあ、賃金とインフレ率は結構連動するんだよね。あのだから賃金のやり方でもいいよというのはあの一応あの言っといてあげる。ただ賃金であのこの金融政策やってる国ないから、はっきり言って日本初になるからすごくやりづらい。だからこれはあのインフレ率を2から4が一番いいってことに答えになっちゃう。インフレ率を2から4までに抑えてたら、うん、あ、ええー、って言うと一番下がって、それでそこがあの実は実質賃金も一番上がる。だから賃金上がろうが下がろうがでも失業が多かったらね、ダメね。そこがこれ労働者の党でしょ、ねえのって。いや、ムンジェインがあれだけ失敗したら、あんたほんのこの間ムンジェインがやって失敗したことを早忘れたのってやつね。だからもう、うん、あのほんまにこのね、うん、番組 YouTube ご覧になっていただきゃあのね、うん、私のとこ気に来たら私はね左右に関係なく全部教えてあげるよ。昔ねあの連合がね聞いたこと、聞きに来たことあるんだよ、連合の会長が古賀さんって人がね、うん、それで私全部丁寧に教えてあるんだ、ちょっとそうですかそうですかって言ってたんだけど、途中であれだな、中で民主党の中でぶっ潰されたんだなこれ。だからそういうふうに変なこと聞くなという感じで言ったんで、私は結構ねどっちでも教えるの。だから安倍さんはこれを使ってあ、高橋さんこれあれだねって、そうすると最低賃金かなんかであの左のお株を奪えるねっていう先に言っちゃってね、そういうこと言ってて、だから結構安倍さんは楽しみながら 言いながらね、それでね、あのね労働界からで評価受けちゃってね。だから逆であのもうちょっと労働者のことを思うんだったら、インフレ率は0から以上、0以上じゃなくて2から4、あの賃金でやるんだったら4から6。あの、それをね、達成したら、自分らの党の意義がないから、
あの、わざと怒らして。いや、意義あるよ。だって、連合の会長の人だね、そうなんですかって言ってくるくらいなんだ。じゃなかったのね。なんでこのね、ことが分かれへんねん。いや、だからこれが分かってるのがさ、今回の、あの、総裁選で高市さんだけだったよ。高市さんはこういうことを聞いてくるから。これも根本が分かって発言してたの。高市さんだけなわけだから。高市さんはちゃんと分かってるよ。大丈夫だよ。じゃあ、俺らでも分かりやん。失業率が。これものすごくほら分かりやすいじゃん。インフレ率とこの賃金上昇率とこれ見たら、ものすごくこれ失業率とあれしたら分かりやすい。いや、そう、下げるのいい決まってんだから。うん。でも、あの、だから他の、申し訳ない。玉木も分かってんだよ。あの、でもダメなんだ、他の人は。あの、この手の話になると、もうね、イデオロギーが先に出ちゃったりして、ね、なんで、その、失業し、給料良かっても、失業してる人間多かったら、最悪裕福とは思えんや、うん。それが格差ですやん。だから、見る指標が、腹立つな。見る指標が、これ、失業率が一番重要なわけだから。そうそうそう。これが一番重要だっていうことが分かってない。それ安倍さんは完璧に分かってたから、うん、結構安倍さんは分かる。あのね、楽だった、って国会で、うん。何でもかんでもええから職に就いたらええやないかいって思えんのかい。まずね。まずそれで給料、そこで給料上げたらいいって考えるの普通なんだけど、うん、考えないで、ね。これが信じがたい。だから、あの、分配先やって言うてるね、党あるんですよ、うんうん。成長よりか分配。先に成長させてから分配した方が楽だよ。そうでしょ。だけど、令和の、その2分のやつあったじゃないですか。あれで、あの、分配、あの、成長とか、成長よりか先分配なんですよ。いや、配るもんないやん。本当だよ。だから先に成長で本当に配るものをたくさんにしてから考えるだけだよ。6位ね。6位まで引き上げる力は香港さんにしかない。あるな。香港さんやっぱり6位なんでしょう。番組終わってから言います。ありがとうございました。